こんにちは。私は、日本文化チャンネル桜代表の、水島です。今日はですね、この、沖縄那覇の、チャンネル桜、沖縄の声放送の、スタジオで、今日2人にお呼びしてですね、言論の自由あるいはさまざまな問題についてですね、徹底的に討論したい。で、お互いにこの、お二人は公開質問というかですね、お互いに手紙をやり取りして意見の対立というものを明らかにしたいと、こういうことで、私が一応ですね、それだったら徹底的に、話し合う、意見が合うかどうかはこれから議論してみないと分かりませんけれども、そういう形で、2人に来てもらいました。そして、堂々と、議論を展開してもらおうということであります。できるだけ公正に私はしたいと思います。これなぜかというと、2人とも、チャンネル桜沖縄の声、放送のキャスターをやってくれていると、そういう中で、いろんな対立点があるというのは、さまざまな形でプラスにはならない。そしてもう一つは、日本の、今、危機的な状況の中で、今やらなきゃいけないことを私は大変考えてるんで、こういう問題を前へ進める、解決をつけていく、これが必要だと思いまして、今日は2人をお呼びして話を聞くことにしました。ルールとしてですね、基本的に公平にするために発言時間というのを、厳密にはできないですけど、ほぼ同じぐらいにしたい、回数も同じぐらいにしたいということで、反論、またそういうことも公平にやりたいと思います。お互いに今日こういう、これは見せませんけど、お互いにこういう形で手紙をやり取りしております。公開質問および公開討論の提案ということで、ガラーさんから、与田さんに、与田さんから、返事があって、じゃあそれを受けましょうと、でこういうところで明らかにしたいと思いますというような形で、決まりました。一応、出演をご紹介していきます。まず、ガラー雅子さん。本日はこのような場を設けていただきましてありがとうございます。よろしくお願いいたします。そして宇田圭司さん。与田圭司です。よろしくお願いします。というようなことなんですけれども、この公開討論、基本的にはですね、ガラさんがやっている、番組かな、FM の番組だよね。それで、これが番組がなくなったということで裁判になってると。すべてではないんですが、3局ある放送局が、FM21 のところだけ打ち切りされているという。FM21 ってとこね。こういうのは事実をね、どんどん言っていただいて構いませんのでね、これがなくなったということでね、この問題です。この問題について、与田さんと、ガラーさんの意見も違ってるというね、いろんな食い違いがあるということを、これ明らかにしたいと思いますけど、まずちょっと、基本的にね、この討論、議論、公開討論をして、一体お互いにね、何を結論としてね、求めているか、これをまず聞いてみたいと思います。じゃあ、提案をしてくれたガラハさんから。今回私の方で、水島社長に立ち会い人をお願いしまして、与田圭司さんの挙げた非常批判動画に関して公開討論をしたいということで、この場を設けていただきました。で、私の方から公開討論の呼びかけ、提案並びに公開質問状を与田圭司さんにお送りしました。で、その返事としまして、この公開討論を受けますという形で今日に至っております。で、私としましては、そもそもこの場は私にしては意見の違いをお互いの意見を述べ合う、そういうものではないと思っております。なぜなら、前提としている与田さんが動画の中で述べられていた事実などが事実に基づかない、その事実に基づかないものをもとに、いろいろと私たちの裁判について批判などをされているわけです。ですから、これは嘘であるということを私たちは主張しなければならない立場にあります。なぜなら、これは現在裁判進行中でありまして、そのことに関して裏があるということで、我々一方的に言われている立場であります。ですから、私たちは我々の裁判について、この動画によって広まってしまった誤った認識を社会に広まってしまった、これをどうにかしなければならないと
いう思いもありますし、そしてまた、まあ、これから詳しく討論になると思いますが、動画を上げられたタイミングというのも作為を感じます、まあ、そういったことに関しても明らかにしたい。上げられたタイミングというのはその時期が何か狙いがあるみたいなね、はい、そういう感じになって、はい、2月、動画を上げられたのは5日の、うん、もう4日から5日に変わった晩です、うん、でその晩前の晩につまり動画が上げられて、で日が明けて5日に私が裁判所でこの陳述書をですね、うん、口頭弁論するというタイミングでありました。そのタイミングでこのように動画を拡散されてしまうと、こういったことに関しても作為を感じます。なるほど。ということで、そのまず事実関係を明らか、まあ、私がちょっと、ね、何を求めているかってね、事実関係を正したいということね、それから例えば与田さんがもし間違ってたなら、謝罪とかそういう訂正を要求したいということ、文書での謝罪を私たちは求めたいと思っております、それが今今日の結論ね、はい、そして、もう一つ結論に、これからどういう主張をなさるか分かりませんが、あのようなひどい動画を上げられている立場ですから、名誉毀損の裁判というのも考えざるを得ないかなと、まあ、しかしどのような意見を今日言われるかによって、まあ、それも検討するという話です。じゃ あの今言ったあの事実関係を明らかにすること、それから訂正謝罪を要求すること、文書で要求したいと思います。文書で要求する、それから、それ結論によっては法的、措置も、考慮すると、こういう形を表明したいということだね。はい、はい、分かりました。ということで、では与田さん、まあ、こういう形で今ガナさんから提起があったんですけど、どうぞ。まあ、あの最終的に何をこの討論会を通してですね、僕として主張したいかというと、もうほぼ一つしかなくてですね、意見の多様性というのが非常に重要であるということを僕は、これまでもずっと言ってきました。でそれはちょっとガナさん側からすると、それはあまりにもリベラルだと、いう批判を受けるわけですけれども、少なくともですね、死人に口なしのようにですね、やっぱりかなりいろんな皆様を巻き込んだ上で、この FM21 訴訟、今よく言論弾圧とおっしゃいますけど、封殺とおっしゃいますけれども、実は相手側にも相手側の主張があって、主張があるからこそ裁判所がそれを引き取ってですね、でその被告原告に分かれて議論をこれまで戦わせてきたわけです。で実際今まだその終盤に当たってですね、もうそろそろ お互いの、証言、被告人、尋問と、あと、原告の証言がこれから、後半でなされるわけですけれども、その中でまた事実関係がまだ明らかにもなってない中、裁判所によらずそれを、別の媒体でですね、一方的な意見を流すというのがまさしくですね、僕から言わせると、そもそも正す会というのは沖縄タイムス、琉球新報が偏向報道をしていると、片一方の意見だけを一方的にさも事実かのように演出し表現していると、それがけしからんと言って戦っている正す会の代表がですね、一方的な意見だけをですね言って、でしかも僕がそれに対して異論を言うと、それが嘘だと、で謝れと、で場合によっては名誉毀損で訴えるということをおっしゃるということ自体が、僕はもう言論弾圧なんじゃないですかと逆に聞きたいんです。ですから異論をね、やっぱりさまざまな多様化したこの社会で、やっぱりお互い、コミュニケーション不足だとか、いろんな勘違いでですね、今回一方的に言論弾圧されたと言ってますけれども、ラジオ局側にもその立場がやっぱりあり、それが一切今 SNS 上においても、この YouTube においてもですね、ガナ雅子さんの意見しか述べられてない。でそれによってですね、全国からガナ雅子ファンと言われる人たちがですね、やっぱりそれは誠意からですよ、もう本当に熱い気持ちからガナ雅子を応援したいということで、ラジオ局にものすごいクレームの電話も全国から言ってるわけです、でそういう被害も起こってる以上、やっぱりそれなりにですね、で僕は今ちょっとね、嘘を言ってるというふうにちょっと言われましたけれども、
は全く、まあ、これからこの議論を通して、うん、なぜ嘘じゃないか、なぜ僕が裏側を知っているかという話をさせていただきたいと思うんですけれども、うん、いずれにしてもですね、こういった誹謗中傷というような、まあ、僕の異論、僕の側、うん、ラジオ局側の意見を言っただけですぐに誹謗中傷だと、うん、邪魔するなと。でもう一つがやっぱりさっきタイミングとおっしゃいました、裁判の前日に僕が悪意のある動画をですね、まあ、計算をしてやったというんですが、実はそれ正しくなくて、実は明日裁判ですという番組をですね、ガラ雅子さんが毎週火曜日に行っている沖縄の声の番組で放送したわけです。でそれに対してラジオ局側の意見も必要だろうと、あまりにも意見が一方的な、意見でもってですね作られてしまうと、これは健全とは言えないので、そういった沖縄の声が番組として流されたのであれば、僕も僕で自分のちっちゃな発信力ですけれども YouTube でそれを違う意見というものも僕は紹介すべきなんじゃないかということでやったわけで、それがたまたま裁判の前日に沖縄の声が流されたもんですから、僕はそれに対してその日に撮影をして流したというのが真実です。そこまでいいですか。はい、以上です。江川さん、今のこと、はい、だんだん一個一個まとめていきますけど、まあ、総合的に今お互いで言ったんでね、今の与田さんの言葉についてはどうですか。まあ、はい、後付けしたような理由を聞かされていると私は思いますが、うん、まあ、それについてもきちんと反論しなければならないと思いますが、うん、まずはじめに議論を進める前にですね、そもそもの発端、今日の場というのは、うん、与田圭司さんがご自身の YouTube 動画アカウントを上げられたわけです、うん、で私たちはこの中の動画で話されていることが、うん、そもそも意見ではなくて事実に反しているということでありますから、まずはそもそもの動画で、私たちがじゃあその動画について何が事実に反しているかを確認をさせていただきたいと思っております。うん、これはね、法的にも我々皆さん事実関係の問題、それから主張という問題ね、これは皆さんもご存知のように言論の自由というのは主張は いろいろできる、だけど事実は事実だからね、このところを分けなきゃいけない、主張と事実は違うというのが、まあ、いろいろ裁判とか、まあ、私もメディア裁判ずっとたくさんやってきたんで、 NHK や朝日やね、そういうことも分かるんで、そこのところはあなたの言ってるね、事実関係のものをはっきりさせてからの方がいいというのはその通りだと思いますね。はい、で、まあ、その与田さん のちょっと皆さん一応見てる方のあれですけど、はい、与田さんの上げた映像は、自身のまあ、サイトっていうか、そうです、あれですか、はい、ここじゃチャンネル桜は北海道じゃない、はい、沖縄じゃないわけですね、はい、こういった、はい、まあ、ある意味、他人の媒体じゃなくてやっぱり自分の責任が取れるものとしてですね、うん、僕自身が YouTube チャンネルっていうのを作りましてですね、うんうん、でそこで発信をさせていただいたものです。なるほどね、はい、それからもう一つ、この問題、ガナハさんね、裁判なんですけど、今ちょっと彼からも出ましたけども、今裁判の状況というのは、これは確認ですけど FM21 という、はい、その会社に対する、これは何ですか、裁判的には民事だと思うんだけど、はい、どういう主張ですか、裁判のね、あなたたちが求めているものは、はい、21に対して、これみんなに知ってもらった方がいいと思うんでね、はい、はい、ちょっとではまあ、これですね、陳述書というのがありまして、うん、これにが分かりやすくまとまってますので、うん、ちょっとお配りさせていただいてよろしいですか。はいはい、で、はい、まあ、まあ、これ、まあ、結構長いんで、これ全部読むと、はい、長いので要約してくれるといいんだけどね、はい、簡単に、申し上げますと、私たちは、FM 地方のラジオ局沖縄防衛情報局という番組を、FM21 のみならず、うん、県内他の放送局でも放送をしておりました、はい、そして現在も放送しているところもございます、うん、でその中で別の FM でね、FM、はい、別のコミュニティ FM ラジオでです、はい、でその中で、私たちが放送している沖縄防衛情報局に対して沖縄タイムスが新聞記事で批判をするのを載せました、うん、でその批判を受けてこれを
問題であるというふうに FM21 側が捉えて、そして私たちの番組に関してですね、まあ、改善しなさいとか、いうふうに言ってきたわけですよ。で、私たちは審議会でも呼ばれてきちんと説明もしました。で、そういった対応をしているにもかかわらず、向こうがいきなしですね、もう、何月何日にいっぱいで放送終了させていただきますという通告文を送られてきたわけですよ。で、我々からしましたら、じゃあそうおっしゃるけど具体的にどの法律に何が触れているのかと、それを言ってくださいと言ったんですけれども、そういったことが全くなかったわけです。説明がなかった、ね、説明がなかったわけです。法的な根拠をきちんと示してくださいと。そこまでなかったんですね、はい、ちょっとそこまでなんだけど、審議会にガナさん呼ばれた、はい、あの出演はお父さんとやってるあれですね、防衛省、はいはい、江崎市長も、あ、江崎さんもね、はい、でそこで呼ばれて審議会ではどういう形の問い合わせとか求められたりなんかしたんですか、はい、これは、審議会のことは、この中には書いてませんけれども、話したら長いんですが、はい、要するに我々は説明責任があるということできちんと行き説明をしました、しかしその場で何が話し合われたかは私たちは知りません、まあ、つまり座っている方々がいて我々は呼ばれていき、で、質問をされたことを答えたと。でもうあなたたちはここから出て行ってよろしいということで、そうなんですが、その時に目の前で私たちのことを、まあ、審議会と言われているわけですが、審議するメンバーの方々が一体どこに所属しててどういう立場の方々なのか、そういったことを知らされなかったんですよ。呼び出しが来たのはこれ大事なことなんでね、はい、あの不当にやってるかどうかっていうのも、ね、確認しなきゃいけない。呼び出しに来たのは何の名前で来たんですか？FM21 役員会とかそういう感じですか、はい、それとも、呼び出しの名前は、まあ、要するに FM21 の社長さんから連絡があって、はい、いついつに審議会を開くから来てくれと、なるほど。それは文書ですか、はい、言葉ですか、これは言葉ですね。電話かなんか、電話だったかな、はい。ということは文書では呼ばれてないわけですね、まあ、正式な文書で、はい、こういうのをちょっと後々ね、いろいろ法律的にもね、あ、はい、あの正式なものなんかどうかってこれも問われることになるから、まあ、しかしこれは正式であるというのは、後々に、審議会を開くとコミュニティ FM は、この審議した議事録をまとめて保存しておくという義務があるので、それは記録として残っていて、裁判所にもこれはちゃんと提出されておりますから、まあ、そういうのはあります。まあ、しかしそういったこの順序を踏まえているように見えて、あの非常に不透明な進め方で我々は対応されたもんですから、そういったことも含めて、まあ、今回の裁判で行っていきたいなと思っておりますが、あの、はい、そのちょっとその審議会メンバーって何人ぐらいいたんですか？ですね、あなたとお父さんにね質問した、あ、はい、江崎さんに質問したのは、出席したのは私と、局長の、父と、そして妹も臨時局員という肩書きで出てますので3名で行きまして、はい、向こうは何名いたんですか？向こうは7、8名ですか。でこの時には、FM21 と、FM レキオという3局同時放送なので、あ、その方も来てたわけですか？はい、あの沖縄防衛局をやってる他の FM 局の方も来てたわけですか？合同審議会という形で、あ、なるほどね、はい、はい、で来ていまして、でちょっと細かい話しても大丈夫でしょうか、ね、いやいや、これは大事な事実関係のね、 あ、はい、あれなんで、それであの質問したのはそれであれですか、あの分かってるんですか、社長とかそういうのがあなたに質問したんですか？そのあの私たちそれもそうなんですよね、こういうのが後々大事になってくるじゃないですか、すごい大事なこと、そういうのも思って、録音させてください、録画させてくださいとお願いしたんですよ、でもそしたらあの保留にされて、当日会場に行くときに、あのもう録音録画はさせませんと一方的に言われました。なるほど。で言われて、で、あ、そうですかと、もうその場ではもう従うしかないので、まあ、従いまして、でそしたらあの、まあ、いざ着きました、会場に、でその場所は FM レキオ、まあ、那覇にある放送局です。でそこに行って、そしたら会が始まりますじゃないですか、で通常考えるのは司会進行がいて、この人は何々さん、どこどこの方、
この人は どこどこの方で説明をしてから、うん、はい、我々は防衛情報局の我那覇雅子です、うん、という名前紹介して始めます、うん、じゃないですか。これをやろうとしてて、司会がこの方は何々さんです、で仕事は何をしてますって言って、うん、1人か2人だったかなの時に、うん、FM21 の会長さんが、社長じゃなくて会長さんですね、会長さんですね、はい、はい、会長さんが来て、この肩書きの説明は言わんでいいって言うんですよ。 なんで分かんないです。私も向こうが一方的に言ったわけ、一方的に言ってきて、あの、うん、言わんでいいと、うん、なんでって思うんですけど、うん、まあそれでなんて言うんですか、それで進行しちゃったわけですよ。でもう一つ言うと、聞かれる側のね、ガナさんたちは名乗ったんですか。あ、もちろん名乗ります。あの局長の、はい、皆さんにね、はい、妹さんも含めてね、はいはい、で向こうはだから1人か2人名乗ったら、もう後止められて、途中でやめちゃったわけね、はい、ということは分かんないわけですね。名刺交換もなかったわけですね。ないですね。オッケー。それで途中まで我々メモしたんですけど、うん、でもだから、え、分からんじゃんみたいな感じで、なるほど。で、はい、こういうのは大事なことなんでね。あの、そうですね。というのは向こうは名乗らないで一種の、それからもう一つ言うと、録画録音はしないでくれ、はい、非公開にするというようなことですね、これは、はい、うん、でもう一つ関連して、この後にこの、うん、まあ、我々からしたらもう不服な点があるんですが、一個述べてもよろしいでしょうか、うん、どうぞ、はい、これはあので、我々は行って呼ばれて説明しました、で帰りました、うん、でその後この会で何か喋られているわけです、うんうんうん、で我々後日、あの時にじゃあ審議会は何を話したのか、どういう結論になったのか、どういう意見が出たのか、当然知りたいわけですよね。それで FM21 に問い合わせをして、どうなりましたかと聞いたら、一切答えられないってことで教えてくれないんですよ。それは誰ですか。電話でやり取りしました。その方は誰ですか。社長さんですね。社長さんがね、はい、はい、答えられないというのは結論は出てるけどっていうニュアンスですか。結論っていうか、何が話し合ったかも、内容については教えない、語れないと、はい、なるほどね。で、あ、はい、すみません、いいですか、うん、いいですか。で、うん、おかしいですよね。だって、まあ、そもそも前提としてコミュニティ FM の審議会のメンバーって強制力も何もないんですよ。あの、だからその審議会っていうのはあるんですか。あの、具体的にというのはね、あの、公的なものとしてね、例えば、日本の中央の方の民放とかNHK なんかは BPO っていうのがあるんですよ。その BPO っていうのは各局の人たちが集まって、まあ、放送倫理とかね、事実とかね、いろいろことをやる、審議するところになってるんだけど、沖縄にはそういうところあるんですか。それがそこですか。沖縄という地ではなくて、うん、コミュニティ FM ラジオとなりますと、まあ、どこのコミュニティ FM ラジオもそうなんですが、まあ、なんて言うんですかね、日頃お世話になってる人とか番組持ってる人とか、うん、まあ、例えば地元の議員さんとかで構成したボランティアの審議会というのはあるんですよ、うん、それは設ける、ね、はい、設けることになって、話の途中でちょっと待ってください、うんうん、設けることになっていまして、で法的拘束力も何もないわけです、うん、まあ、しかし、まあ、意見を述べるという人たちは制度上あるわけです。なるほどね。でコミュニティ FM 放送局は、定期的にですね、こういう会を開くというのが義務付けられているわけですよ。なるほどね。でそういう会に我々呼ばれて、で終わってから知らされなかったわけですよ、内容についてはね、はい、それからその以降も裁判になるまで何も知らされなくて、結果というのだけが知らされたってことですか。そこなんですが、で我々困りまして、うん、でなんで教えてくれないんだろうって、まあ、みんなに言うわけですよね、うん、でお世話になっている現在も放送中の放送局の人に、うん、っていうか制作のスタッフとかプロデューサーとかそういうんですか、部長さんですね、肩書きは、はい、はい、今も現在お世話になっているコミュニティ FM 放送局の部長さんに、こうこうこうなんですよって言ったんですよ。そしたらこうこうっていうのは、あの、審議会でこういうふうに聞かれて答えたよと、はい、行きました、うん、でもその後どういう話がされたのか、うん、内容は一切教えてくれない状況ですと言ったら、うん、こう教えてくれたんですよ。これは議事録というものを作ることが義務付けられていて、うん、でこれは原則公開というものがもうちゃんと決まってると、うん、だから公開してくれと言われたら放送局は応じなければいけないものなんですよっていうのを教えてもらって、あ、うん、そうなんだと、我々これ知らなかったから言われただけで、あの、なんで教えてくれないのって言ってたんですけど、でもこれはもうちゃんとルールとして我々は教えてもらえる立場にあるんだっていうのが分かりまして、それであの電話をしまして、議事録というものをコミュニティ FM 放送局はまとめて、これ置いとくのが
公開するのも義務付けられてるのはあるんじゃないですかって、初めてこれで、まあ、法的なことといいますかルールを言ったんですよね。でそしたら向こうはありますって初めて言ったんですよ、議事録はね、はい、はい、でじゃあこれを閲覧しに行きたいんですけどっていう話をして、で向こうは OK、うん、あそうか、すぐ OK しなかったんですよ、うん、ほいで OK しないから、あのなんでよ、それ FM21 がですか、 FM21 がです、はい、はい、OK してくれなくて、でどういうふうに答えを我々に言ったかと言いますと、審議会の人たちにこれを見せてもいいかどうか測ってから OK が出たらあなたに見せてあげるって言われたんですよ、うん、でええー、と思ったんですけど、まあ、測るって言うからもう見せないって言ったら、まあ、これおかしなことだけど、うん、一応はじゃあ測ってもらおうと思って我々連絡待ってましたら、公開しますっていう連絡がありまして、でいざ私一人で、約束した時間にコミュニティ FM 放送局に、うん、FM21 に行きました。でそうしましたら会長さんがこの、うん、待合室に座っていて待ってたわけですよ、うん、で私はい来ましたと、で見せてくださいと、でやりましたら、うん、なんか1枚の紙をこうやって渡されたんですよ、うん、ちょっとこっちにも今ありますけれども、うんうん、これに何て書いたかっていうと、うん、公開する、あこれだ、FM21 番組審議会議事録閲覧についての同意書っていう同意書、原則公開なものなのに、なんでわざわざ同意書なるものもつけるのかっていうのも疑問なんですけど、こういうのを準備してたわけなんですね。でこれサインしなさいって言うんですよ。でこれじゃあ閲覧するのに同意するっていうのは どういう意味なの？私も分かりません。でおそらく、まあ、これはこれを読んで私の、あの、推察ですけれども、同意事項にこう書いてあるんです。上記に記した名前や住所について偽りがないこと、また弊社作成の議事録については許可なく写真を撮ったり、またはインターネット上などで許可なく公開したりすることはできません。以上にご同意いただきましたら以下に日付と署名をお印の上閲覧ください。で日付署名と書いてあるんですよね。っていうことは公開するなということのあれだね、一つだね。そうなんですよ。私はあの自分の一緒にパーソナリティもいますし、うんうん、見てきたらこれはこう書いてあったって報告しないといけない立場だから、見てきたよって言わんといけないじゃないですか、うん、でこのリスナーに対しても、うん、あるいは、タダス会の会員さんに対しても、うん、なのにこれ写真撮っちゃいけないとか公開しちゃいけないって言ったら、あのその議事録をね、はい、あのちょっとこう細かく聞いておかなきゃいけないんで言うんだけど、議事録公開は嫌だって言うんだけど、内容について話すことは OK なの？これそのちょっとその文章はちょっとこれはもう分かりません、まあ、そうなると思います。まあ一切議事録にも言うんだったらもう言論弾圧でエーテルさんおろになっちゃうから、うんうん、そこまではさすがに関係ないと、まあこれはあれだね、思いますが、こっちの議事録をインターネット上にコピーして出しちゃいけないっていう、はい、だから内容については言ってもいいってことだね、これね。そうですかね、そういう感じだね、はい、分かりました。で、はい、これを受けまして、うん、で私その場で抗議したんですよ。なんでこれ原則公開のものをこのネットとか許可なく写真撮ったりしちゃいけないっていうふうに言えるのかと、うん、じゃあこれの法的根拠は何ですかって言ったら向こうは答えられなくて、うん、で要するに私の主張が通ってこれサインしないでも見ることができたんですよ。あ、なるほどね、はい、でコピーも取りました、うん、コピーも取れたわけね、はい、ということは要求を認めて彼らは、はい、議事録のコピーも手に入ったわけだ。はい、はい、あのちょっとそこまでしておいてね、まずね、与田さん、今ちょっとなんか途中で、はいはい、なんか言いたかったみたいですけど、はい、これはどうなんですか、はい、今事実関係の問題ですね。そうそう、今は特にあの反論というか、うん、まあ、ガラマサコさんが、うん、あの今お話ししてた内容で不透明だった部分っていうのが一つちょっとあったのが、うんうん、はい、その審議会の設置に関しては今三島社長が BPO のような公の、はい、制度なのかっていう質問をされたときに、あの実はですね、あのラジオ局、これはあの沖縄だけに限らずですね、あの、まあ、全国において、審議会の設置というのは各局に義務付けられているんですね、各局が。だからラジオ局の数だけ審議会があります。だからあの今こうなんか多分公のものかというと、もうちょっと私的なものなんですね。あ、そういうことは今回彼女が出たのはね、はい、別の局もいたってわけでしょ。いや、それがね、FM21 だけ、はい、3局っておっしゃってるんですが、はい、3局じゃなくて2局です。
うん、2局でこれ なぜ3局3局っていうのはその、沖縄防衛情報局が流されている、うん、放送されているラジオ局なんですが、ね、1つは他社なんですね。もう1個何かというと FM21 と協力会社のレキオはどちらかというと姉妹提携しているので、というのは資本関係があるとか、そういうことですか？おそらくそうだと思います、まあ、姉妹提携で、まあ、協力会社という名前なんですけれど、なるほどね、はい、ものすごくそのまあ、関係が非常に近い、それとコンテンツのやり取りがものすごいある。あというのは別の番組でもそっちと21と何ですか、クレオ、あレキオ、レキオ、レキオ、ね、レキオスって琉球っていうのレキオ、レキオ、はい、それのあれが例えばガラーさんの番組防衛局とか、うん、沖縄防衛局とかそういうものが両方とも渡っているということですね。うん、基本的な考えとして、うん、FM21 で収録をした、うん、まあ、ガランさんの番組を、うん、レキオでは収録はせずにそのままコンテンツだけをシェアして次局で、元部と宜野湾ですか、うん、両方で流すという、あ、まあまあ、2カ所で流すと、そういうことね、はい、今のよろしいでしょうか。はい、どうぞ。事実関係を与田さんは把握されてないと思う発言がただ途中であった場合には、うん、これ指摘してもよろしいですか？もちろんちょっと事実関係についてって言ってくれれば、はい、そこはね、そこ、これね、一番大事なのは事実関係なんでね、今細かく聞いてるんでね、まあ、ただ話の流れを止められては困るので、はいはい、僕もさっき、はい、とどめたので、うん、それはもう自分の順番が回ってきてから話してほしいなというのはありますけどね、はい、流れがあるので、で今のその BPO 的なね、ほら各局にあると、はい、でたまたまそこに来てたのは兄弟会社みたいなところのあれが参加してたということ、そのです、そこまででいいですか、まず。はい、そうです、はいはい、それでちょっと戻りますけど、ここまでの中で、いわゆるそのこの確認書なんつうの議事録ね、はい、これまでは大体分かりましたけど、その一番問題になって彼らが結論を下す内容についてどんな質問が、各7人、7、8人からそれぞれボンボンあなたとかね、局長とかにどんどん出たんですか？はい、そうですね。あ、なるほどね、はい、3人に出たってことですか、それぞれ？はい、そうです。もう大体そのメインはあなたと局長、はい、いえ、大体平等に、まあそうですね、なるほどね、はい、で特にね、内容の問題についてね、彼らが情報を得た内容でそのどういうことをまず聞いたんですか、彼らは。ですね、聞かれた内容は、うん、例えば、うん、沖縄タイムスで新聞記事が出まして、うん、その新聞記事をもとにの質問があったわけですよ。でその中で、中国の工作員という言葉について聞かれたりとか、あるいは中国の工作員というのは、まあ、中国の工作員という言葉というのは番組に出たってこと、はい、あなたの番組の防衛局の中で中国の工作員という言葉が出て、はいはい、それはどういう内容だったのか。前、しょっちゅう使っているのでどの番組かと言われてもあれなんですが、我々つまり文脈的にはですね、我々の放送の内容として、うん、こういう沖縄タイムス琉球新報の記事が出ましたと、うん、でこの記事はおかしいでしょっていうふうに我々つくわけですよ、まあ、沖縄タイムスをね、はい、それは主張としておかしい、はい、まず言えるよね、沖縄タイムスの記事はおかしいよと、これ変更してるよ、はい、一方的だよとか、はい、ちょっとこれ本当に嘘じゃないとかいう、そういうことを指摘してたわけですね。はい、でそれで我々は根拠としている、うん、この紹介してる本とか、うん、記事なんかを持っていって、あるいは映像も持っていってそこで紹介したわけです、うんうん、であとこういうのもありました。新聞記者の、実名を出すのはいかがなものかっていう質問であるとか、うん、例えば沖縄タイムスのね、はい、前になんとかそのエルドリッジさんがやった時、沖縄タイムスの記者が基地内に入ってたっていう、はい、いうの時名前なんか出たりしたよね、はい、というようなことですか。はい、それを、FM21 のあるいは他の方が、はい、レキオの方が、ガランさんそれはいかがなもんかと、実名上げるのはっていう質問をしたわけですか。はい、で我々はそれを説明をしに行くっていう感じですね、うん、でそれはあなたとしてはどう説明したんですか。もう新聞記者さんは記名で実名で報道してますから、うん、それ非難されるのがおかしいというのはおかしいんじゃないでしょうかと、まあ、なるほどね、もうそれ実名報道してた、
はい、それとか本とかいう著者の名前もやってたってことですか。はい、そうですね。というのはそういうのが何あれあのいわゆる 反日というかね、あのなんとか工作員とかということで言ったわけですか。それ 今言った実名とか記者とかね。あ、これはもうあのそういう政治的な話なしに、うん、番組の中で記者の個人名を言うのはいかがなものかっていうものだったわけです。ああ、そういうことじゃなくてね、はい、なるほどね、うん、で、あと他にはどういうことを聞いたんですか。他にはこういうのもありました。うん、あの辺野古でですね、事故交通、まあ、交通事故というか、まあ、足を引かれる事故がありまして、うん、でそれが報道に出ました。うん、で、それどういう事故だったかと言いますと、うん、この反対派があの、行動があって歩くところがあります。うん、そこにあの座ったりしているわけですよね。うん、あるいは車に自分からその引かれてもおかしくないような行動をするわけです。うんうん、でその中で足だったかな、ちょっとあ足を引かれたと、うん、で引いた人がけしからんっていう記事が載っていて、うんうん、で我々はこの記事に対して番組の中でこれはあの引かれる人が悪いでしょと、うんうん、言ったら、うんうん、あのこの歩行者は弱者だと、うん、歩行者は弱者だから最大限にその守られなければいけないからそういう言い方はおかしいと、うん、まあ、言われて、でも我々からしたら日頃こういう危ないことを自らやってて、うんうん、こんなことになったら、まあ自業自得じゃないかと、うんうん、はい、説明をしました。自業自得だと言ったわけね。はい、で答えたわけですね、その質問に。はい、そうですね、彼らからの質問に。はい、でもあれですね、あのその私たちが一方的に説明をするだけで、うん、議論っていうのはなかったです ね、 向こうが聞いて、はい、あそうですかと。ですから向こうの意見っていうのを我々は聞いてない、聞くチャンスといいますかなかったですね。議論じゃなかったってことね、質問に答えられなかった、ね、議論ではなくて、まあ、説明会みたいな感じですか。ね、でなんか非常に納得できない質問みたいな思い出すのありますか、その中で。いえ、質問はやっぱり私思ったんですが、うん、その私たちはまだ目覚めていない人たちを、うん、その新聞の洗脳から解除するためにこの活動をやってるわけで、だから一般の日頃そういう言論活動してない人、うん、あるいは民放だけ見てる新聞だけ読んでる人たちが我々の番組に関してこういう疑問を持ってもまあ仕方ないかなと思ったんですよ。はい、でしかもその専門家じゃありませんから、だからちゃんと説明をする機会もあるし、まあ、いい機会だなと思ってで説明したわけですね。説明しましたね。はい、分かりました。一回ちょっと時間でやるために、あの与田さん今のね事実関係の問題、はい、今ちょっと長くなってね、あのあなたばっかり喋らせて申し訳ないけど、あの事実関係の中でここまでは何かあればいいですか。あ、そうですね、はい、あのまあ、ちょっといろいろ途中で、うん、あったのでちょっと、うん、思い出せない部分もあるんですが、基本的にこの審議会に、うん、で行われているものというのは、うん、事実関係をとにかく聞き、うん、確認するということで、うん、実はその動画をすべて YouTube で撮ってある、あとラジオの録音データとして持ってるんですね。うん、誰がですか。審議会が。審議会が、ね、で審議会がすべてそれを聞いた上で、うん、こういった発言をしたのは事実かということを確認したという、これまでのラジオ放送の録音を取ってあるのを確認して、はいはい、それから質問に入ったということですね。はい、そういう事実があるということですね。はい、でやっぱりその発言の内容というのはこう審議会プラス今、うん、争点となっている部分については、例えば尾長武知事が、うん、膵臓がんで死んだのは罰当たりだと、罰が当たった、天罰が下ったというような言い方があったりだとか、あと中国だとか朝鮮の人たちの遺伝子がおかしいとかですね、それと今中国の工作員だっていうのはもともと冒頭のね、オープニングで使ってることの裏で全部つながってるとかですね、まあ、つまり極左の活動家っていうのは実は裏ではもう全部まあ、中国の工作員としてつながってるという、それはある程度その僕らも価値観は共有することなんですが、ただああいった授業免許を取ってる放送事業者、放送委託事業者、放送委託事業者がですね、やっぱりその電波に乗せるのに適当かどうかというものを審議しなきゃいけなかった、
つまり自分のフェイスブックやツイッターで発信するのとは訳が違うということが、そこで一つの争点となったわけですね。ですから内容がおかしいとかおかしくないとかっていうのは、まあ多様な意見があってしかるべきなんですけれども、そのラジオ局の、まあ、ある意味人のふんどしを使ってそれをすべきだったのかということが議論になり、で最終的に、じゃあその根拠はと言われたわけです。その工作員であると断言をしているわけだけれども、根拠はと言われたら、実はそれも満足に説明できなかったということなんですよね。つまり何か証拠があって、中国からお金をもらっているところを写真に撮ったとか、銀行口座の通帳のコピーがあるとかっていうことではなく、だからそこが根拠のないことを言ってるというクレームに基づいて、それをその出演されている出演者に質問したということなので、実はこれはもうラジオ局がただ一方的に突っ込んだとか審議会が突っ込んだというよりは、寄せられたクレームに対して、つまり視聴者からの局に質問があって根拠があるのかという、そうです。でそれに対して逆に今度は奈良さんたちに聞いたってこと。そうです。それがそういうことですね。そうです。はい。で私からも今のことに関して、短ければ、はい、長くなるなら1回切ってからやりますけど、どちらに。じゃあ端的に言いますが、はい、今その与田さんがおっしゃった審議会でこういう話がされたというのは、私たちはそこまで詳しく知らない立場におりまして、ですから与田さんは FM21 とかリキオとかの審議会に出た人たちと今非常に情報交換をされているという立場なのかというのを聞きたいのもありますし、でプラス私たちは、そうとしか思えないとか、その可能性があるとか、こういうふうにしてこの断言をしないようにっていう頭で話をしているんですよ。放送の中でね、わざと放送ね、それは、はい、放送の中での発言ね、はいはい、だからそういうふうに言われたら事実ではないと思いますが、そのことを誰から聞いたんですか。僕自身がですね、その放送を直接聞いて見て聞いてます。沖縄の声もガナさんの出てる回を見てる、ラジオの YouTube でアップされたものも見てますから、僕自身もやはり断言調で話されてるっていうのは、これはガナマサコさんだけじゃないですよ。出演者って3人4人といますから、だからそのこのグループの中でそういう断言調で話してるのは間違いなくあります。僕も聞いてます。でそれは事実と違う。断言調ですか。断言、つまり断言、我々はでしてるしてないっていうのは、これはもちろん、ね、客観性が必要なので、それは聞いた人が自分の耳で聞いて判断をすればいいことなんですが、ただそういうことで議論が巻き起こったのは事実なんですよね。でラジオじゃなかったらここまで多分問題にならなかったと思うんですよ。これに関してよろしいでしょうか。はい、で我々ですね、そういうふうに主張を FM21 はしてるわけですよね。で我々はそうではありませんと言って文字起こしも全部して説明をしたものも出してるんですよ。でおまけに、はい、おまけにですね、個々人が聞いて判断をするべきだと今おっしゃってるじゃないですか、視聴者が、ね、で FM21 の場合は FM21 と審議会の人たちがそれを聞いて、判断を下してるんですよ。でも我々はその判断の下し方のプロセス自体が違うんじゃないですかって言ってるんですよ。要するに法的な拘束力であるとか、何が反してる反してないというガイドラインというのは、最終的には総務省が決定権を持っているわけですから、総務省にじゃあお伺い立ててくださいと我々もう毎回しょっちゅう言ってるんですよ。毎回このなんか抗議があったとか言われた時にですよ。でもなぜか知らないけど、この FM21 さんは総務省にお伺い立てないで自分たちで勝手に判断をして、なんかこの放送法に違反する発言があったっていうふうに言ってきてるわけですよ。だからその議論をして、で結論を下す、そのプロセス自体、じゃあ誰が判断をする立場にいるんですかっていうところも我々は裁判で訴えているところなんですよね。はい、はい、分かりました。ちょっとこれテープがあれだからね、はい、一回ちょっと切りましょう。そこからまたやりましょう。はい、一旦一回、その1を終えます。はい、はい、公開討論の、その2に行きます。ガナさんから、その今
総務省の問題、テレビ局の問題、ラジオ局の問題が出ましたけど、あれば、はい、はい、分かりました。まず、審議会がね、ガラさんがおっしゃってた、その勝手に、審議会とラジオ局が勝手に判断をして、急に問題発言としていろいろ取り上げて、標的にされたというような趣旨の話だったと思うんですが、実はこれは審議会、ラジオ局が勝手に動くことは基本的にはないですよね。基本的にやっぱりクレームが入って、でやはり問題、それ視聴者ですね、ほとんど基本的には視聴者か、または名前を晒された、批判をされた、誹謗中傷された本人ですよね。それが題材として実名挙げられた人、実名挙げられたりしている人たちがクレームを入れてきてですね、でそれでもってそのラジオをですね、つまり検閲とかという言葉を使われているんですが、検閲というのは事前という要件があるじゃないですか。自己検閲でないわけで、で基本的に事前に一切の監視下に置かずにですね、とりあえず言いたいことは言わせて、ラジオ放送として番組として流すと。ただし何かこうトラブルになった時にはそれをしっかりちゃんと聞く、ケアをする、でそれでかなりやっぱり問題があるんじゃないかという時に審議会に諮るというプロセスがありますから、ちょっと勝手にね、標的にしたっていうのはそもそもですね、ちょっと話がね脱線するようなんですが、この石川会長というこの、FM21 の会長なんですけれども、彼はですね非常にガナハケに関してはものすごい支援者、または応援者の立場にいて、さまざまなラジオ局に紹介をして、そのおかげでどんどん番組が拡大していった。しかも沖縄防衛情報局っていうこの放送終了になったものだけじゃなくてですね、心理カウンセリングの番組含めると2つも日本も番組を特別に与えてですね、でものすごく何て言うんですか、本当に応援の立場で、その応援の立場って、ちなみにね、先ほどガナさんから僕に、FM21 となんかどういうつながりがあるんだとかっていう話だったので、それ申し上げると、僕はもともと浦添市の出身です。で FM21 は浦添市在で、大体浦添出身の皆様で運営をしてます。でちなみにそのラジオ局には浦添市長だとか、あと元宜野湾市長の佐喜眞淳さんだとか、この間知事選に出た、あとその選挙区を持っている衆院議員の宮崎正久先生だとかですね、さまざまな政治家も出て、本当に好き放題言ってるラジオ局です、好き放題を許してます。これなぜかというと、石川会長のもともとラジオを始めたいと思った根本的なこの哲学の根元にはですね、新聞、今の沖縄タイムス、新報、これを正したいというくらいのですね、気概があるわけです。これどういうことかというと、新聞が事実をすべて伝えきれてない。でも沖縄の社会の中にはさまざまな多様化した意見がたくさんあって、それが実際に表に出ることなく、実際にただ県民の中で不満としてくすぶっている。でしかもラジオのリスナーも含め、テレビの視聴者、新聞の読者、全然リテラシーが沖縄で育ってない、一方的な、報道だけでですね、正しい考え方というのを持ってない。だからコミュニティラジオとしてですね、どんどんいろんな人たちの多様化した意見をですね取り上げて、たくさん発信をさせたいというところが最初のスタートなんですね。ですからそんな哲学を持っている人が、ただガナハケが気に入らないから放送を打ち切りにするんだとかっていう、そういうその言論弾圧をするわけがないんですね。で僕はちなみにこの会長とは4回合わせて会ってます。でちなみに僕も FM21 ガナハさんの番組ではないですけれども、別の番組に3回出演したことがあります。テドコンさんも、同じキャスターのテドコンさんもその番組を持ってます。でそれ以外のテドコンさんもレギュラーの番組持ってますか。レギュラーの番組をもうガナさんと同じように持ってます。でちなみに今このラジオ番組、防衛情報局が終わりました。終了しましたけれども、まだ心理カウンセリングの番組についてはまだ継続中です。本当にね、ガナハケをね、弾圧して追い出そうと思ったら多分日本ともダメになるはずなんですよ。ですから純粋にその番組での発言内容が
問題になり、改善依頼をしたのにもかかわらず改善をしなかった、それで警告をして、もう残念ながらそれではじゃあ番組を終了とさせていただきますという最終の結論まで出てしまったというのが今回の経緯ですから、これについて事実関係がまあ嘘だとか捏造だとか言われてもですね、あくまでも原告被告で分かれているこの裁判で100ゼロというのはないわけで、僕は当然 FM21 側のですね代理人弁護士でも何でもありません。ただし僕は横で見てるものとしてですね、その両方のこの成り行きを見て非常に、まあいわゆる保守側同士がこうやって裁判に至って訴えるとか、そもそも沖縄県を変えたい、改善したい、明るい未来を作りたいと言ってる者同士がですね、こうやっていがみ合うことに非常に僕は情けない気持ちをずっと持って、しかも僕はいきなり言ったわけじゃなくて、この推移を2年近く見守ってたんですよ。別に僕今そのラジオについて一言もこれまで言ったことないですよ。YouTube が出るまでですね、僕の番組をやるまで僕は公言したことないですよ。自分の気持ちがこういろいろあってもですね。ですからいきなり僕がなんていうのかな、ガナハさんに対してなんか敵意をむき出しにしたっていう考え方、また誹謗中傷をしたということはないっていうことはね、しっかりちゃんと明らかにしときたいと思います。今そういうふうに反論というかね、あれば、はい、今いろいろおっしゃっていたことも含めて、この今おっしゃった内容もですね、公開された批判動画の中で同じことをおっしゃっているので、最初に、ちょっと多分ずっとわーっとなってしまうので、私が最初に申し上げた事実確認の中で、このことに関しても反論させていただきたいと思います。ただ一つ、この紙に書いた質問、いえ、実際の動画を、動画の中でおっしゃっていることがいっぱいあるんですけれども、それをちゃんと事実確認するために私は準備してきましたので、それを確認させてもらって、僕の動画の書き起こしってことです、はい、文字起こしした、文字起こしですね、文字起こし。で、一つだけやっぱり討論って時間が伸びて後で反論するとこっちの印象って一人歩きするので、一個だけ申しますと、FM21 の社長は私たちを特別扱いして、本当に素晴らしい保守思想の方で、なんたらかんたら、そういう方が私文書偽造までして私たちの番組を打ち切りする、根回し工作するでしょうか、私はそれを、これから聞きたいと思います、でちょっとこれだけ今終わらせておいた方がいいので反論させていただきますが、私文書偽造というのはガナさんがそう言ってるだけで、別にこれ本来なら犯罪ですよ、公文書だとか私文書、本来じゃなく犯罪まがいをされてます、でそのまがいというものを勝手に名称をつけるというのは僕はどうかなと思うんですね。これは別に警察で捜査されてる案件でもなければ裁判所で認定されてるわけではないので、今私文書偽造をした犯人だというような言い方をされるのは僕はどうかと思いますよ、これからちゃんと証拠もお見せしますので、その通りです。ですから これからしっかりそれが証明されていくものなので、今その憶測で、その思い込みで言うっていうのは僕は違うと思うんです。その論じ方は非常に卑怯で、じゃあそもそも今裁判係争中のものを裏を知ってますと裁判の結論も出てないのに公に批判するのは、そのやり方はどうかと私は思いますが、それをガナハさんが今やってたんですよ。やってたことに対して僕は反論したのみですよ。しかも誹謗中傷なんかしてないです。じゃあそれをこれから お願いします。共に明らかにしましょう。お願いします。じゃあこれ与田さんにお願いします。与田さんにね。はい。でこれは同じものですね。はい。じゃあ具体的にやりましょう。はい、動画がですね、1,2,3,4 本挙げられまして、1本目のタイトルが、2月5日緊急報告、ガナハ雅子さんの裁判について裏側の話をします、保守系分立を阻止したい、これが動画1本目の、こっち動画1と書いてる、はいはい、ものが1本目です。でこれが前の晩、口頭弁論の前の晩に挙げられた動画です。で2月6日翌日に、昨日のガナハ雅子さんの動画について反響がありましたので補足します、これが動画にということで文字起こししてお配りしております、で、そのまた後に、今まだこれは公開中だと思いますが、動画を非公開しましたという内容のものと、
また似たような感じですが、まあ、動画を非公開にしました、まあ、3番、4番と、3、4は現在も公開されていて、1、2は今は見れない状態になっているものの文字起こしです。で、分かりやすいように番号を振りましたので、その番号に沿ってご覧いただきたいと思っておりますが、ですね、まずは1枚目の動画1の方ね、はいはい、で行数で言いますと、7行目の、6からいきます。明日実はその裁判の公開と弁論がありまして、そこで若干の主張をされるということなんですけれども、うん、残念ながらですね、今ちょっと間違った認識を世間一般に与えているということがあり、という間違った認識というのが具体的に何なのかというのをまず聞いてみようか。はい、よろしいですか。はい、はい、もう端的にお願いします。わかりました、はい、ほとんどもう議論に出てるので、まあ、端的にも何も、もう先ほどの話の通りですね、もうそもそも相手方があるということで裁判が始まったわけで、一方的な印象だけで全国に、広めてしまった。しかもどちらかというと、その今の石川会長、代表に対してですね、かなり、まあ、言論弾圧をする反日リベラルであると言わんばかりのですね、イメージ操作をやってしまったおかげで、それは意図的じゃなかったかもしれませんけれども、見てる視聴者はそう感じてしまった。でその視聴者さんたちが圧力の電話をかけてしまったということに、そのきっかけを作ってしまったという意味では、間違った印象を広めてしまったという、この表現は僕は間違ってないと思います。はい、はい、どうぞ。今私が FM21 の社長会長に対して、反日リベラルの何ですか、反日リベラルの言論弾圧をしたと、言論弾圧をしたと、はい、私たちは一切 FM21 さんのことを反日左翼とか反日リベラルと言ったことはありません、うん、でむしろ今回の裁判は表面的には FM21 と戦っていますが、その FM21 に対して沖縄タイムス、まあ、朝日新聞の伊藤和之記者が出向してきてますから、朝日新聞沖縄タイムスが圧力をかけて我々にその言論弾圧が来たわけですよ。なのでこの裁判は対沖縄タイムス代理訴訟であると陳述書でも書いてるわけですよ。そこまで主張しているのに、どうして反日極左の言論弾圧者と私たちが言っていると、こんなことを、まあ、事実と違うことを言えるんでしょうかね。これには2つあって、もう一つがですね、今のタイムスの圧力に屈したということ、はい、屈してますね。で屈してないんです。屈してます、ご本人と僕は話してます。屈してない、むしろそれは言論者の一角を担う、ラジオのね、ラジオ局のオーナーとしてですね、それは非常に、なんと屈辱的な表現であるとまでおっしゃってます会長は。じゃあちょっとお聞きしたいんですが、うん、今与田さんは社長がこう言ってる、ああ言ってると主張されてますけど、うんうん、裁判で FM21 とやり取りしてる中で、うん、そういった反論は私たちに来てないんですよ、うん、それが次の裁判で用意されてるものです。そのレベルにまで至ってないんです。次の裁判でそれが明らかになります。ですからこの番組がそのラジオのその訴訟のですね、次3月ですか、次の訴訟の前哨戦になることをむしろラジオ局は危惧しているので、どちらかというとあまりその前の泥仕合みたいな、その場外乱闘みたいなものはしないでほしいというのがそもそものラジオの意思です。その次の訴訟というのは、うん、次のなんか口頭弁論かなんかの、次の口頭弁論で両方が話す機会が与えられ、うん、その時にもう今ガラマサコさんが出したさまざまな疑問についてですね、うん、もう全て彼らの回答として、納得いくいかないは別として回答がなされるので、今そのもう推測で話をするっていうのは、まあ、彼らとしてもその、まあ、僕は代理人弁護士でも何でもないですから、僕がまた全てを代理するわけにはいかないし、ただ僕は僕個人として両方の意見を聞いた上で自分の価値観でものを言わせていただくっていうことです。
で今ですね、非常にアンフェアな話し方をしていると思うんですよ、うん、で私たちはこれまでまだ FM21 がどう考えているかっていうのを直接陳述書でも聞いていないわけ で、うん、でそれをあたかも与田さんが代弁するかのように言っているわけ で、うん、でしかも与田さんというのはこっちの意見も聞きあっちの意見も聞き公平に判断しているとおっしゃってますけれども、うんはいはい、そもそも与田さんがこの裁判に関して公平に全て情報があって公平に話できるという立場にはない部外者な方なんですよ、うん、なぜなら私たちの裁判に関して詳しく知り得る立場にないわけですよ。で現にこの公開質問状でも書きましたけれどももう1年以上も我々連絡取ってないんです。で連絡取ってないというのが大体どの時期か私もちゃんと調べました、うん、そうしましたら私たちが裁判を提訴した日、うん、その時からもう直接こうやってやり取りをしたことないんですよね、はい、なのにどうやって公平に論ずることができるんですか。もうその答えは簡単です。ガナーさん自身がですね自ら沖縄の声ラジオ局自分の SNS でで正す会の集まりで自ら全て公開してるじゃないですか。それをちゃんと見てればガナハ側の意見それと FM21 側は僕は直接聞ける立場にありますから僕ほどむしろ両側の意見を知ってる人はいないと言ってもいいくらい僕は両方の情報を持ってる今の争点に対して知る立場にあると断言します。大変申し訳ないんですが、うん、裁判っていうのは戦い方がありまして、はい、この状況でこの証拠は出せるとか、うん、いろいろ弁護士とも相談して進めるものでありますから、はいはい、私がインターネットや番組などで話していることだけが全てではないわけです。もちろんです。それ以外のやり取りもあるわけですよ、うんうん、そういったものを含めて世の中では裏側っていうはずなのに、うん、表面上のこの裁判だけを私の主張だけを見て私が言ってること全部分かってて公平に話ができるというのは、うんうん本当におかしな話だと思います、うん、それは裏側という言葉に、ね、反応するということであればねそれを撤回してもいいですよ。ただ撤回されるんですか。いやしてもいいですよ。 裏側という言葉にそんなに固執されるなら全然撤回してもいいです。別に僕はそこにこだわる必要はありません。ではじゃあ撤回するということは、うん、私はその意味はガナハ側の意見はきちんと理解できずに、うん、FM21 のものを私は代弁していますという意味に捉えられますけれども、いや全くそういう意味ではないです。そういう意味ではないです。裏側っていうのは僕にとっての裏側でそれはガナハ雅子さんにとっては裏側でなかったというだけの裏側ですから僕にとって裏側という言葉が気に入らないということであれば全然違う全貌でもいいですよ。全貌でもいいしそれ以外のもっと詳細の部分または反対側の意見または公平な客観的な意見を僕は話をさせていただきますということをだから裏側という言葉に固執されるなら全然違う言葉になっても僕は全然気にもしないということです。はい、私はあの国語の能力を今頑張ってるんですけれども、うん、あの裏側は撤回されますと、うん、でということは、うん知らなかったこともあるというのを認められたわけですよね。いやあのこれはね表面上しか、ね、私の画面しか見てないんだから全てを知ってる人はいません。これはガナーさんの弁護士も含めてですね全てを知ってる人はいません。それとちなみにこの弁護士照屋弁護士ですがその弁護士を紹介したのも僕ですよ。ガナーさんに違いますよ。そうですよ。私はあの、ね、僕の裁判の時に初めて初対面されたの覚えてないですか。私が照屋先生と連絡を取って江崎市長にお願いして紹介したんですよ。テドコンさんから僕は紹介をされて僕がアポを取り僕がガナハさん親子をですね事務所に連れて行ったの覚えてないですか。もうあのそこまで言われてもそれは別に覚えてなければいいです。ただそういうことです。ですから弁護士も含めて僕はかなり客観的なですね僕は別に弁護士から何か聞いたということではないですよ。ただものすごい小さなコミュニティの中でこのやり取りがなされているのでこれの事実関係というのはそれなりに僕に漏れ伝わってくること、僕がまた情報を取りに行けばもっと詳しく掘れるものもあるわけです。そうなりますと、うん、弁護士はあの今回の裁判に関して私が原告として、うん、
弁護士に依頼をしている関係ですよね、はい、なので守秘義務として弁護士は私との間は全て知ってるけど、うん、はい、周りにはそれは言っちゃいけないっていう守秘義務がある。当然ですよ、それは弁護士の前提でありますから。当然です。どうして弁護士上にそれを知っているような前提でガナハさんの弁護士は全てを知っているわけではないですよねっていうところから論が展開できるんですか。ね、ちょっとこれは、ね、水かけ論になりそうなんで言うと、一応私に聞いててあれはガナさんは今言ってるように弁護士とかね、ガナさんたちがね今訴えてる一人じゃないでしょ、原告は。私一人ですね。パーソナリティは他にもいます。なるほどね。でガナさんのね、でその裁判上さっきもあなたが言ったように人には言ってないこともあるかもわかんないよね。で公開もいわゆる SNS と何でもね、番組でも言ってないこともあるかもわかんないよね。当然戦術上今言わない方がいいとか、そういうことありえるから、はい、まあ逆に全部公開してるとも、うん、隠してるものがあるとも言えない、どっちの可能性もありますと、うんうん、まあ、だからそれが戦うことですよね。だから事実関係についてはそういう今出てるものしかっていうのはね、SNS とか放送でしか知る人はいないよね、まあ、あるとしてもね、影であるとしても、それがまあそういうことは、まあ、それはいいよね、まずね。で与田さんが言ってるのはその自分はその中で公開されてるものは知ってるけれども、はい、それがガナさんの知識、はい、それから、まあ、個人的にも つながりがあるんで FM21 ですか、その社長 の思いやいろんな主張も分かってると、そういう中での判断だっつってるわけでね。それ以上の裏はないってことだよね。そうです、はい、でしかも僕が全てを知らないから意見を言うなということになるとですね、もう私たちがチャンネル桜で行っている日々のニュースを切る、分析する、それをコメントを加えるということを全てできなくなりますよ。お前全部知ってるのかと、あなたは全部当事者から話聞いたのかと、それもしかしたら表面上だけの可能性あるじゃないかと、裏があったらどうするんだと、そのコメントをするなということになりますよ。コロナについたってそうです。今コロナウイルスについたってさまざまな意見を言ってる人たちがたくさんいる中で、お前それ全部知ってんのかと、あのダイヤモンドプリンセスの中に入って何週間でも過ごしたのかっていうようなことを言われると何にも言えなくなります。ですからある程度やっぱり自分の見識でその情報、限られた情報ですけども、その情報を分析して、自分のまた僕の場合は自分の両親にかけてですね、発言をさせていただいた、何の得にもならないことを僕は言ってるわけです。あ、よろしいでしょうか。はい、そう、私が言っているのはですね、与田さんのタイトルあるじゃないですか、動画の、うん、もう一回確認すると、ガナハ雅子さんの裁判について裏側の話をします、保守分裂を阻止したい、うん、これ視聴者が見るとどういう印象を与えますか。つまり、うん、ガナハ雅子は自分の都合のいいことだけしか言わないで悪いこと言ってないと、うん、だから両論言ってないと、うん、でも自分は知ってるから裏側を話す、うん、になりますよね、はい、あ、なりますよ。そう取られてもおかしくない、言われた私からしたら、はいはい、与田さんはそもそもこのタイトルについて裏側 FM21 の裏側は私が知らないことあるかもしれない、でも私たちの裁判でもあるかもしれない、両方知って裏側全体話する資格があるじゃないですか。裏側、はい、主張するなではないですよ、主張するなではないですよ。裏側話すって言ったら、あいつはこういうこと隠してるんだけど俺は知ってるぜっていうことになりますよね、うん、そういう立場にないですよねって私は言ってるわけですよ。ですから裏側にそんなにこだわるなら表側に変えていただいてもいいわけです。僕が言いたいのはですね別に裏とか表とかっていう言葉でそんなにこだわるなら撤回してもいいですよというのがそういうことです。議論を先に進めるために。はい、わかりました、はい、では撤回でございますね、はいはい、じゃあ次に移りますが、いいですか、はい、じゃあ、はい、じゃあ どれほどもいいですか。あ、大丈夫です、はいはい、結構です、はい、僕もですね、8行目、僕もですね非常に不本意ですが黙っている人たちがあまりにも多くてですね、関係者が口を開かないとあるんですが、誰が黙っているのでしょうか、うん、そしてあまりにも多いという表現では一人や二人ではないはずですが、どういう範囲の人たちのことでしょうか。はい、これはですね、許可を得てる範囲内で一人だけ、この複数の人たちの中から一人だけ名前を、実名を言うと、実名を言います。実名を聞きたい。
はい、聞きたいと思います、はい、なので一人だけ言わせていただきます。テドコンさんです。ボギーテドコンさんです。テドコンさんは今回の裁判でですね、まあ、僕は許可を今回もらったのでテドコンさんしか名前を出せませんが、テドコンさんについては今回の裁判で巻き添えを食らっているということです。雅子さんも彼がそう認識してるんですか。そう認識してそう言ってます。で、雅子さんにもそれを伝えてます。僕にも伝えてます。で、それはなぜかというとですね、テドコンさんの番組も同じ、まあ、チャンネル桜沖縄の声と同じようにキャスターの同僚であるのと同時に、うん、FM21 のある意味番組のホストの同僚であるわけですね。で、それは僕の入る余地のない。テドコンさんもやってるわけですね。テドコンさんも同じ別の番組を、はい、同じラジオ局でワンヌウムイという番組をやっております、うん、はい、それに対してガラマサコさんが陳述書でですね、テドコンさんが、まあ、ある意味ですよ、受け取り方としては、ある意味テドコンさんは処分されないのになぜはうちだけ処分されるんだというような言い方を複数回ですね、公の場で記者会見でもおっしゃいましたし、それ以外の場所でも県庁の県庁だったかな、あの記者会見の場でもそれを言ってます。で、それ以外に正す会またはこれ、それと江崎さんのブログ、うん、テドコンさんの名前が何回も出てきてですね、テドコンさんは正直ものすごい困ってました。で、ガラマサコさんになぜうちの番組まで比較対象にして、まあ自分の裁判なのにもかかわらず自分はテドコンさんまで巻き込んで、でテドコンさんも処分されるべきだろうと、内容はそんなに変わらないのに処分されるべきだろうと言わんばかりの発言をされたので困ってしまって、テドコンさんはガラマサコさんにクレームの電話を入れたわけです。で、結果この沖縄の声でも修正を強いられるような状況になってしまいまして、テドコンさんの名前を黒塗りするという状況になってしまいました。ちょっと待ってください。黒塗りっていうのはどういう、黒塗りというのはこの裁判のあれだろうね。はい、裁判の陳述書にですね、ああ、まあ、しかもこれ裁判所に提出した陳述書にもテドコンさんの名前が載ってたので、うん、それを消すという状況を招いてしまいました。ですから、なぜテドコンさんに直接ですね、こう名前を入れ使っていいですかと、こういうようなことで戦っているので、なぜ名前をやっぱり入れてね、いや、まあ、共闘、一緒に共闘を働きかけるなりね、 なぜそういった一つ一つの手順を踏まなかったのかなということを僕は非常に疑問に思ってたんです、はい、それがこの間違った、黙っている人とっていう、黙っている人っていうのは、でしかも、テドコンさんは今日に至るまでこの問題についてはもう一切自分で公表はしないと決めてですね、もう黙るという選択肢をしました。なるほど、はい、この問題については反論、はい、もう一つ反論するためにお聞きしたいんですが、はい、巻き添えを食らったと、で具体的にどのようなあれなんですか、はい、まあ、巻き添えというのは基本的にはラジオ局の皆様だとか、あと、いや、テドコンさんがどういうふうな結果になったんですか。テドコンさんの風評が落ちるということです。テドコンさん自身がそれをやっぱり危惧してますよね。これまで一生懸命頑張ってきたこの政治活動、それに対してたまたま別の理由で喧嘩が始まってしまって、自分は全く関係ないのにさも、まあ、しかも今回の裁判というのはガラマサコさんはチャンネル桜キャスターとして裁判をされています。で、それのおかげでですね、まあ、自分の陳述書をご覧になったら分かる通り、ちゃんとチャンネル桜のキャスターで自分にはどれぐらいのアクセスがあってという話を自己紹介されているので、これこっちに入っているので、それはもう全然議論の余地ないんですけど、いずれにしましても自分がチャンネル桜のキャスターである、キャスターとして戦っているんだということがあまりにも前面に出てしまったもんですから、もともとタダス会で一緒に連携をしていたテドコンさん、そして僕の元にもですね、全国からかなり問い合わせが来てるんです。で、あんなにガナマサコさんが戦ってるのになんでお前は応援しないんだというお叱りもいただいてます。テドコンさんにも同じお叱りが来てます。巻き添えを食らってる人はいるんです。で、応援をしないとは言ってもそれぞれの価値観で、まあ、被害が生じたと思って、その被害の具体的なものは何ですか。被害というのは今ガナマサコさんが被害が生じたと、言論弾圧の被害が生じたと思って戦ってらっしゃる裁判、それに対して私たちは
そこに加勢をするとは言っても、石川会長に関してはテドコンさんと15年の歴史があるわけです。15年間番組をやってるわけです。一緒に仲良くやってきたわけです。それを一緒に加勢しろというのはかなり無理な話なんですね。ですから巻き添え食らってるというのはこの裁判のおかげで、やはりいろんな皆様がですね、どうしても避けられない選択を迫られているとかですね、圧力を受けてしまったという、僕もそうです。僕はそのうちの一人ですよ。僕もかなりクレームいただきました。ガナー雅子さんを応援しろと、なぜ共闘しないんだと。応援ありがとうございます、うん、そういう人たちがいるということです。ですから事実、僕はやはり今回の裁判のことについてコメントせざるを得なくなったというのは、そういう経緯もあったということは理解していただきたいです。はい、じゃあ、具体的に私は知りたいんですが、その続き、黙っている人たちがあまりにも多くてですね、はい、関係者が口を開かないものですから、間違った情報が日本中に広がってですね、それについて言うんです、それに、それが何て言うんですかね、間違った風評被害を招き、非常に関係者が苦しんでおりますと。風評被害の具体的なものは何ですか、うん、それが今言ったものです。関係者が何に対して、うん、誰が何に対して苦しんでるんですか、うん、もうね、これ全部言ったらこれ多分明日24時間かかっても終わらないので、うん、24時間やりましょう、うん、2日でも3日でも私はやります、うんうん、はい、そんな時間は僕はないので、うん、具体的にお願いします、うん、それはもう先ほど答えました。じゃあもう一回お聞かせください。それは ね番組の編成上そんなことできないので、それは僕はもうすでに回答済みです。風評被害の具体的なものを今言った被害です。じゃあちょっとほんの3分前に言った被害です。あなたが言ったあれで言うと、ガナーさんを味方しないと、でお前何なんだという、はい、そういう非難が多数寄せられた、はい、それが被害ですね。その通りです。で、与田テドコンは何なんだというような形の悪評が広がったと、まあ、一部とはいえと。その通りです。そのことを今言ってたよね、はい、その通りです。でこの他に何か求めますか、ガナーさん。今彼のね、はい、彼とか、まあ、テドコンさんって言って名前出ましたけど、そういう被害ね、というのはそういうことだと今一応答えてます、はい、けどそれに対しては、はいはい、ではじゃあ今与田さんがおっしゃった、うん、私を応援する方々が与田さんやテドコンさんになんでガナーまさか応援しないのかというクレームが来たと、うん、このクレームが風評被害ということなんですよね、はい、じゃあそこもありますし、別に私は応援の抗議で善意と思って電話してくださった方には、本当に私を応援するというつもりで行動に起こしてくださったことは大変ありがたいです、まあ、しかし、応援するしないというのは、この私のことを応援したくないと思う人がいれば、あるいは遠慮したいとかいれば、まあ、それは仕方ないことだから、別にそれはいいんです。でもそもそも今被害とおっしゃっているこの、被害の根拠、テドコンさんの番組に関して、私たちの番組がその潰されたから、なんであっちはまだ続いているのかっていうことですよね、を我々が主張しているってことですよね。で、そう言われてもおかしくない表現でテドコンさんの名前を使ったということです。それが間違いなんですよ。これが私たちに対する私は攻撃だと思うんですね、うん、私は今も現在もそうですけど、テドコンさんの番組面白いんですよ。味があっていいと思ってます。で、放送法に違反もしてないから続いている、それ素晴らしいと思ってるんですよ。頑張ってほしいと思ってます。でも私がこの番組、この陳述書でどうしてテドコンさんの名前を挙げたかというと、ちょっと読ませていただきます。具体的にですよ。まずはですね、開始の経緯、番組沖縄防衛情報局開始の経緯とありまして、平成28年8月10日、今回の訴訟の被告である FM22 にて放送中の政治番組ワンヌームイのパーソナリティ、テドコン康則さんの紹介で、宜野湾市 FM にて沖縄防衛情報局の放送を開始しました。発端は FM21 の前に別の放送局、宜野湾市 FM があって、それに私紹介してもらいましたという事実で書きました。これは何にも大丈夫ですか、はい、こちらいいですね、うん、そしてもう一つ載ってるのがですね、あと一箇所なんですよ。で、それがテドコンさんの名前は今見ましたけど入ってません。で、番組名が入ってます。沖縄、これはですね陳述書のまとめの8番です、うん、
陳述書のまとめの8番、師匠のブログにもありますので、ぜひ皆さんご覧いただければと思いますが、読みます。沖縄タイムスが同じ FM21 で放送中のワンヌームイに関しては何の放送圧力も加えず、タラス会の代表を務めるガナハマサコが放送する沖縄防衛情報局に狙いをつけて放送圧力を加えた理由はこれが我々の本心ですよ。理由は沖縄防衛情報局が沖縄タイムスの変更捏造報道を正す報道をしたからです。その沖縄タイムスは日常的な捏造記事を書く新聞社であり、今回の騒動においてもそれが証明されました。これは平成29年12月29日付、差別記事、差別的放送を改善する地域 FM 出演者回答との見出しの記事が出ました。番組を改善し継続したいと申し出たという記事になっていますが、我々がこのような回答をした事実はなく、全くのデタラメ捏造記事です。この記事を書いた沖縄タイムス、記者伊藤和幸記者に直接虚偽記事の指摘と訂正を求めましたが、目の前で無視されました。そして、10番、今回の訴訟の被告は FM21 になっていますが、同社を放送中止に追い込んだのは沖縄タイムスの正しかに対する嫌がらせであるという判決を考えると、被告 FM21 を間に挟んだ対沖縄タイムス代理訴訟と考えています。だわけですよ。ここに私たちの番組も、問題で打ち切りされるんだったら、なんでテドコンサーたちの番組も打ち切られないんだって書いてないですよ。いや、でも僕書いたと言ってませんよ。そう受け取られてもおかしくない表現があったと言ってるんです。いや、そう受け取りますか。じゃあ一言言いますよ、テドコンさんはこの件について怒ってますか。テドコンさんですか。はい、怒ってますね。怒ってますね、はい、なんで怒ったんでしょう。それはそう書いてないのに。それはですね、いいんですか、こんな質問を私にして。いいですよ。私テドコンさんに配慮して名前これまで言ってなかったですよ、だから配慮して黒くしてますけど、私がテドコンさんとのやり取りを今ここで話してよろしいんでしょうか。いや、テドコンさんの名誉に関わることだったらよした方がいいと思いますが、少なくとも、まあ、今2人の議論なので、いない人のことはあんまり細かいことは話さなくてもいい。そう、あなたが始めましたよ。いや、それそこに載ってるから。それで僕今言いますよ。で、なんで黒塗るにしたんですか。これですね、ですからこれはもう、じゃあテドコンさんとの話も会話も紹介します、テドコンさんから私に電話がありました。で、どうしてこの名前を載せてるんだと。で、私は今のように話しました。事実関係を説明するために、そしてこれはテドコンさんたちの番組を一切批判していませんと。どうしてこれを書いたかというと、我々の裁判の主張にもありますけれども、この私たちの沖縄防衛情報局は沖縄西あるいは左翼を批判する番組やってて、でテドコンさんたちも番組やってますと。で、どうして今回私たちの方のラジオ番組が打ち切りにあったかというと、この2つの違いは何かって言ったら、ラジオ放送局番組をやってる私の肩書きが沖縄タイム、琉球新報沖縄タイムスを正す県民国民の会の代表だから、日頃から西と対決をしてるわけですよ。テドコンさんしてないと言ってないけど、でも私は肩書きにもそう書いてあって、やってる活動してるものですと。だから私たちの番組を狙いをつけて放送圧力をかけてきて、で FM21 から我々を打ち切りにあったと。こういう違いがあるわけですよ。だから何もテドコンさんたちの番組が悪いとも言ってないし、我々からのスタンスからしたら、テドコンさんたちの番組も問題ない、私の番組も問題ない、2つ続いてしかるべきなのに、ここで沖縄タイムスが我々の番組にこうやって圧力をかけてきたのは、つまり代表の私が西を正す会というものをやっているから、これが違いなんですよと。だからその話の中で、我々は FM21 が原告だけ、被告だけど対沖縄タイムス代理訴訟をやってるんですよっていう説明なんですよ。で、これを言ったんですよ。で、そしたらなんか僕のところに抗議の電話が来るだったかな、もうしょっちゅう電話が来るって言うんですよね。じゃあさっきの話だね。はい、テドコンさんのところにですよ、はい、で私テドコンさんにこう言いました。もし電話が来るんだったら、それは私はそれ主張してないし、これは勘違いした人の問題だから、このクレームはおかしいですよと説明してくださいというふうに言ったんですよ。で、そしたら、じゃあ俺のところに電話が来る、一生俺はこれに永久的にって言ったかな、永久的に僕はこの抗議の電話を受け続けないといけないのかって言うから、いや、もしおかしかったらこれ説明はしないといけないんじゃないですかって言ったんですよ。でもここで私は、じゃあテドコンさんにどうやったらじゃあ配慮ができるかって思ったわけですよ。つまり本心じゃない私
でも勘違いする人がいて、現に抗議電話がテレコンさんに行くとすれば、じゃあ我々が何ができるかといったときに、私たちがこの陳述書に、要するにテレコンさんの名前と番組に載ってるから、これを見て勘違いする人がいるわけじゃないですか。だからこれを公表するときに番組の名前とテレコンさんのお名前を黒くしましょうねと、うん、そしたら分かりようがないじゃないですか。だってこれ、ちなみにですよ、あの裁判所にはどういう形で我々がこの陳述書を提出したかご存知ですか？あの裁判所に提出したということで、チャンネル桜で全て陳述書を読まれたじゃないですか。そこにテドコンさんの名前入ってたじゃないですか、うんうん、だからそこの方は、裁判所にはどう提出したか分かりますか？それを裁判所に提出する陳述書だと、雅子さんは自分で断って読まれたわけだから、うん、そのまま提出したと推測するのが普通だと思いますよ。あ、じゃあ知ってるわけじゃない、推測ですね。あ、もちろん、もちろん。あ、まあ、でもそうおっしゃってましたよ、はい、提出した陳述書だって言って、だからそれは僕は信じた、僕が悪いっていうのはちょっと違う。いやいや、じゃあ、うん、それは言ってない。じゃあ黒塗りの件はどうなってますか、うん、何がですか？裁判所に提出した件は黒塗り、教えてください、教えてください。知らないんですか？知らないですよ、教えてください。それはじゃあ事実関係で言うと、うん、いつその黒塗り、裁判所の出したのも黒塗りしたの？裁判所には私たちの判断で、裁判所には事実関係を黒塗りするのはおかしいので、そのまま出しました。なるほどね。でしかし我々がネットで一般に公にするもの、まあ、師匠のブログも後で消してもらいましたけれども、はい、うん、電話が来た時差の関係でですね、うんうん、黒塗りにしたので配慮しました。なるほど。で我々からすると、ですからもし勘違いをしてテドコンさんに攻撃の電話が来るとなったら、その勘違いの発端は我々が発信する陳述書以外はないじゃないですか、うん、だってわざわざ裁判所に行って陳述書を問い合わせする人いないから。だから我々からしたら、裁判所にこれがちゃんと伝わればいいわけだから、黒塗りにせずに裁判官には出しました、うん、でもテドコンさんの配慮として黒塗りにしてやりました。それは陳述書ってね、読んだりすることあるけども、裁判によって違うけども、それは裁判所の中では読み上げたの？ですね、裁判所では時間がなくて全部読み上げられなかったんですよ。でもワンヌームイという番組はまとめの中で話しました。なるほどね、はい、はい、分かりました。今ちょっと また5分になったんでね、短く反論があればあ、はいはい、ここから1回止めますから、でまたこれやりましょう。じゃあ、ね、はい、1回ちょっとお休みします。はい、はいはい、動画1の、まあ、そういうね話、テドコンさんが、まあ、一応挙げられる、黙っている人たちということ、いうことになったんだけども、はい、それに続いて何かね、あれば、はい、先ほどの、 続きなんですが、うん、はい、もう一度申し上げますと、はいはい、この、私たちがワンヌウムイという番組をここに載せて、うんうん、説明まとめの中に入れたのは、うんうん、何もテドコンさんの番組を攻撃する意図も、ま、全くない、うんうん、読んでもそうは受け取り、うんうん、受け取らないと私たちも思いますし、うん、でまた我々が打ち切りにあったから、うん、あっちも打ち切りに会うべきだという主張は、うん、全くそんな考えは思いつきもしません、うんうんうん、そしてどうしてじゃあここにそのようにワンヌームに関してはというふうにして番組名を載せたかといいますと、この裁判官に関して、まあ、事実関係を我々が説明する中で、うん、私たちの番組にどうして圧力がそもそもかかってきたのか、うん、どうして打ち切りになったのかというものを説明するために載せているわけですよ、うん、テドコンさんの番組は圧力がかからないで存続してる、はい、そういうで自分たちには圧力がかかって番組が中止になったと、はい、いうその説明のためので、このパーソナリティの私が日頃、うん、西を正す会をやっているからですと、うん、ですから私た文脈は私たちの番組にどうして圧力がかかったのか、うん、その説明をするためであって、うん、何もテドコンさんの番組を攻撃するのものではない、ない、全く意図はなかったですよね、はい、だから逆に、うん、なんで抗議の電話が来るのかなって、テドコンさんが、はい、うん、思ったし、でもう話しますけど、テドコンさんは私に
すごい口調で話してきました。あ、怒って、はい、うん、でも私はちゃんと説明しようと思って粘って話しました。でその中でこうおっしゃったんですよ。あのねと、僕たちの番組に関しても、うん、FM21 から、うん、あれ言っちゃダメこれ言っちゃ、言っちゃダメとかなんかこの単語使っちゃダメとか言われるんだよと、でも僕たちはそれを我慢して従っていると言ったんですよ、うんうん、私これ聞いてじゃあ言論弾圧に屈してるからやってるのみたいな、うん、このあれ言っちゃダメこれ言っちゃダメ、うん、違法じゃなければ主張すればいいはずなのに、うん、忖度してるわけじゃないですか、うん、これ日頃言論弾圧に屈しちゃダメって言ってそのために活動してるはずなのにこういうふうに言われたから、うん、これ言論弾圧に屈したことになりませんかって私思わず言ったんですよ、うん、でもそしたらそれに関してはなん、まあ、言わなかったですけど反応がなかったんですよね、はいはい、うん、内容をすり替えられたというか、うん、でだから私繰り返しますけど、うん、この配慮という意味で、うん、こっちから配るものは黒塗りします、うん、でも事実関係裁判官には、うん、このこういう名称を伏せるのはそもそも意味がおかしくなるので隠せませんよと、うん、だから裁判所にはそれ提出します、うん、と言って言ったら、うん、そういうことなんだなってごちゃって切られて、なるほど、はぁと思って、なるほどね、まあ、私もこういうメディアの研究あれ訴訟中心やってたから分かるんだけどちょっと聞きたいのはあれテトコさんはそのやめろって言われてねやめた言葉とかそういう内容は具体的に話した？具体的には何も言ってないです。あ、何かこういう例えば一般論で言うとね、はい、放送法とかそういう、まあ、いわゆるBPO とか映倫とか映画の倫理協議会とかあるんだけど例えば差別用語をね我々インターネット放送だからチンバとかねうつんぼとかネクラいろいろやるんだけども具体的に言うと今そういう例えばザトウイチの場合ねヤクザが、まあ、これインターネット放送って、まあね、インターネット放送だと我々は落語で古典落語で使うのは全部我々はやってるの平気でねだけどまあその、まあ、いわゆる、まあ、そっちの映倫やそういうものだとテレビだと例えばザトウイチのあれがヤクザがザトウイチこのドメクラがーっつってこうやるのみんなカットされちゃって今ねで口はパクパクって言うだけになってるでこういう状態は今あるんねで、まあ、ちょっと具体的にも聞いてもらった方がよかったと思うんだけど例えば政治的な政治信条やそういうものでやめろって言ったのかそういう例えばいわゆる一般論で言うとあれ一応放送委託事業者だから認可が取り消されるんですよそういう一般論で今言われる BPO や営林やいろんなねいうところでダメだという差別用語とかね、いうようなことはもっと言うと例えばいい悪いは別で我々ヘイトスピーチ法に反対したけども例えば朝鮮人は極意ぶりだとかねとかいうやつらがいたわけよそれが作るきっかけになったんだけどもこれ本当は聞いてもらったらよかったねどういう、そうですね、つまり主張で政治信条でか、ね、ダメだって言われたのか一種のそういうねいぎたない言葉とか、まあ、一般論で言うその、ね、というような差別用語とかねいうのでカットされたのかカットしてくれと言われたのか言わないでくれって言われたのかこれインターネット放送といわゆる、まあ、公共っていうのかな放送法に従った局はやっぱりそこがあるんだよねだからそこはまたどっかで聞くといいよねはいそうですねそれともう一つ言えば我々の放送業者っていうのはこれは別一般知識で言うとねテトコンさんがそういうふうに怒ったならねこういう中で取り上げましたがテトコンさんには全くそういう意図がありませんっていうのね番組の中で言ったりね、はい、するのが一切ご心配かけたのは申し訳ありませんでしたけどこれは戦うために素材取り上げてね言いましたけどテトコンさんの番組に批判するつもりも一切ないし全くないっていうのは言った方が良かったかもしれないね、うん、もう 今となっては分かんないけどねだからそういうこともできる、うん、他の枠でね自分の別の枠でねまあその辺のところがごちゃごちゃしちゃったのかも分かんないってこれはちょっと個人的な
感想だからあれだけど、良きようになるべくね、私はしたいと思ってるから言うんだけど、まあそこはそれであって、はい、その後、いいですか、はい、そこは、はいはい、よろしいですか、はい、どうぞ、はい、で言論の自由にね、テトコンさんが言論弾圧に屈したという言い方をねされてます。で、まあ、電話でもね話された通り、テトコンさんというのは聞いただけですよ、断言はしてないですよ、はいはい、まあ、そういうふうにね、まあ、感じたと。で、言論弾圧 とは言えどもですね、基本的にやっぱりこの憲法のね、やっぱり一部だけをね自分の権利として使う、だけど義務の部分を無視するっていうのは結構ね危ない議論なんですよ。で、僕から言わせるとね、基本的に権利は権利で行使する人はやっぱり義務も同じぐらい尊ぶというか、同じぐらい強く守るということが非常に重要なのがこの民主主義の社会だと僕は思っていて、今回ですね、確かに言論の自由、僕も同じような発言をしてますから、それは人のこと言えたことじゃないです。ですから、それがヘイトとか言われたら、いやこれどうかなっていうのはありますよ。ただし、今人のふんどしで相撲を取ってる、まあ、つまり FM のね21の放送事業という免許を使ってやってる以上、ガナ・マサコを守ったおかげでラジオ局が潰れたって言ったらもう話にならないじゃないですか。それ以外の社会に貢献している番組も全てなくなってしまうという大きな大義がある中で、一つの番組のためにその事業全てを潰してしまうというリスクが彼らとしては犯せないということで、やっぱりね、言論弾圧という言葉のね、裏返しにどういうことかというと、他の人たちにとっては保護法益っていうのがあって、名誉毀損ということがあるわけですよね。またはそれ以上にもう、まあ今ヘイトヘイトっていうもう流行り言葉のように流行ってますけれども、少なくともそういった言論の自由を強く押した結果、つまり何でも言っていいんだということを押した結果、それによって被害を被る人たちも同じくらい強い憲法の権利で、憲法で権利を保障されているということですから、そういう人たちの感情にも配慮しなきゃいけないというのが放送法だと僕は思ってるんですよ。ですから、放送法上で相撲を取るなら放送法のルールで僕は戦うべきだと思っていて、それに従ったということが言論弾圧に屈したというのは僕は間違いだと思う。ですから、テドコンさんが15年も同じ局で、今ガナさんが裁判を行っている相手の放送局で15年も番組を継続できたというのは、ちなみにテドコンさんは何回も注意されています、過去に。今電話でもそういうふうにお伺いしたって言われてますけど、で実際に以後気をつけますということで念書も差し出してます。それくらいですね、まあ、ここまで言ってよかったのか分かりませんけれども、テドコンさんもそれなりにそれだけ長いこと番組を継続させるためにですね、それなりのルールの尊重をしている。で、それでちなみにですね、テドコンさんがじゃあタイムスの批判はせずに、ガナー雅子さんはタダス会という名前でねやってるから標的にされたという言い方ですけど、僕に言わせればテドコンさんの方がよっぽどタイムスと新報のことをひどく言ってますよ、本当ですよ。で、だからじゃあテドコンさんも処分すべきだっていう話じゃなくて、今回問題となったのはタイムスを敵対視したからではなくてですね、一つ一つの表現に断言帳、まあ、名誉毀損的なものだとかですね、一部の人種に対するヘイト的な表現が前やっぱり一つのなんていうのかな、ペナルティーとして取られたということが真相で、僕にとってはタイムスをただ敵視したから、またタイムスを正そうとしたからやられたということであれば、テドコンさんはとっくの昔に僕は処分されててもおかしくないと僕は思ってるんですよ。それくらいテドコンさんはタイムス新報とは戦ってますよ。僕だって同じですよ。ですから それだけでですね、簡単にラジオ局が切るとは僕は到底思えないです。なぜかというと、僕自身が実体験を持ってるし、実際に捏造報道で僕も被害を被ったことがあるので、琉球新報にやられたことがあるので、で、もう一個その勘違いをね起こした視聴者は私は預かり知らぬところでっていう話なんですが、基本的にやっぱりね、勘違いを起こしてしまった以上、やはり発信源が訂正をしないとですね、永遠にテドコンさんや僕にクレームの電話が入り続けるわけですよ。
で、それはそれであなたが対応したらいいだろうっていうのは僕は本当におかしな話だと思っていて、やはりある程度ですね、発信の仕方、また勘違いを生まないようなやり方、つまり戦っている姿勢を支援者に見せる、応援者に見せるというのは別にあって当然、運動体としてあって当然のことだと思いますが、それによって巻き込まれて被害を及ぼすことがないように最大の配慮をする、だけど最大の配慮をした上でやはり間違いというのは人間ですから誰でも起きるんですよ。その時にどれだけケアができるかということが重要で、今三島社長がおっしゃった通り、やはりテドコンさんに詫びてないですから、直接テドコンさんにあの件はちょっと申し訳なかったですと、だからつまり言論弾圧にあんたは屈したんだって言うんじゃなくて、怒ってるテドコンさんに対していやあれはちょっとやはり事前に承諾を得るべきだったと、申し訳なかったですということを一言言うなり、または自分のチャンネルでそれを放送するなりですね、やってくださってればここまでエスカレートすることがなかった。その一つ一つの人間関係を丁寧にやってる人は番組継続してるんですよ。できてない人が裁判に至ってるので、もう少しコミュニケーションを大切にしてほしいなというのは個人的に思いますよ。よろしいですか。ですか、どうぞ。はい、いろいろ長いんですけれども、うん、まずはじめに、うん、人のふんどしを取って我々が言論をしていると、この言い方は大変失礼でありまして、これは放送というのはパーソナリティは放送事業者コミュニティ FM に番組枠を買うんですね。一枠いくらって契約書を結んで契約をしてこの番組始めますと、そういう契約で成り立っているものなんですよ。それをなんだか人のふんどしで自分のやりたい言論をして相手に迷惑をかけているというような言い方は当たってない、間違っている印象操作そのものだと思います。そしてまた義務と権利とかいろいろ言ってますけれども、我々はこの裁判の中で主張しているのは表現の自由、これは憲法裁判レベルのものであると、表現の自由が今侵されているというのを主張しているわけでありまして、そういうわけですね。でそして、今の、話、与田さんのお話では私たちの番組があたかももう違法であるというのが確定をしていて、それで話が進んでいるわけですよ、与田さんの話の中では。これ違法だと、この言葉遣い問題だと、これってそれを明らかにするために今裁判やってるのに、なんで今間違っていると与田さんがあたかも裁判官であるかのように言われるんでしょうか。それは私はいえまだ終わってません。ですから何が正しいか間違っているかを今裁判している最中なのに、部外者の与田さんがどうしてこれを断言できるのかということがあります。そして、テドコンさんに対して詫び、とんでもないです。私たちはテドコンさんに対して攻撃も何もしていない。でこの文章を読んで勘違いした人がまあはっきり言って本当にそうなのかなと思いますよ。本当に抗議の声来てるのかなとか、本当にそうなんですかって私聞きたいと思っています。あんなやり方されたら。だけどちょっと待って、あんなやり方っていうのは電話でガチャンと切られて、ああ手の子さん怒ってね、はい、なるほど、聞きたいと思います。これも決着ついてないと思ってます。でも私たちがあたかもなんか対応も何もしてないようにその話を受けてですよ、されたと思うんですけど、してますよね。つまりテドコンさんの主張曰く、この陳述書を読んで僕の名前出された、この僕の名前を見て勘違いした支援者が僕に抗議の電話を寄せてくると。だったらじゃあその勘違いが起きないように、勘違いが起こることも私はおかしいなと思うんですけど、でもそれまでも配慮して起きないようにするために番組名も伏せて名前も伏せたんですよ。これ我々何もしてないって言われたら、ちょっと対応してるのにその言い方はないでしょうと思いますね。まあ、ですから私たちは我々今の状況ではこれもこう正しかいの会員さんにもこれお配りするとき全部これ黒くしてますよ。
だからこれ見て勘違いして電話することできないんです。できないんです。このまあよほど変な人がいて、趣味な人がいて、裁判所に行ってからこの陳述書の原本を調達する限りでなければもうないんです。だから対応したんです。なるほどね。だからそこをなんかこうやって責められて、なんか風評被害を撒き散らしてるとか、ちょっとこれは逆に風評被害です。まずじゃあ3つぐらいあったね。1本目がふんどしの話ね、まあちょっとそれ反応ありますか。はい、はい、どうぞ。ふんどしの話、まあ、さっきのね裏側の話と似てるんですが、ふんどしっていう言葉が気に入らなければ、他の人の電波を使って好き放題言うっていうのはそれなりの義務が生じるということを僕は言いたかっただけですから、ふんどしが気に入らなければふんどしは撤回しますけれども、電波ですね、電波がふんどしです。でやはりですね、自分のFacebook、Twitter でやらないような発言をラジオでやってしまったということもあるんですよ。ですからやはり逆に賀南雅子さんの Twitter とか Facebook って結構上品でね、あまり朝鮮人がとかね、そういうことあんまり言わないですよね。でところがラジオではそう言ってしまった。それと尾長武氏が、ね、死んだのはね、罰当たりだと、罰が当たったんだと、そういうようなことっていうのは基本的にラジオでは言ってもですね、自分の、まあ、ある意味ツイッター、フェイスブックにもそれなりの高度があってね、やはり言論の自由だと思って言っても、今なんてほとんど中国のことをシナと言っただけでアカウント停止させられたり記事を削除されたりしてます。で言論弾圧を言い始めたらもう本当どこでも言論弾圧があるんですが、ツイッターという媒体またはフェイスブックという媒体を使わせてもらう以上はですね、そういう言葉に若干気をつけないと自分がその処分を受けてしまうということがあるので、納得しなくてもですね、クリエイティブにやっぱりやるべきなんじゃないかなと僕は個人的に思います。であと違法とね決めつけたって僕は言ってますけれども、そのつまり今の、ラジオ局での発言について僕がそれが違法だと断定してるって言ってますけど、僕はそう言ってませんよ。僕だってそういう発言をすることがあると言ってるんです。だけどラジオではやらないと言ってるわけです。でラジオで話す以上はラジオのルールがあって、テレビで話す以上はテレビのルールがあるという、さっき言った通りツイッター、フェイスブックでもそれぞれの基準があって、それに準じた発言基準をですね設けてある以上、それに合わせるしかないということを言ってるわけで、僕は違法とは一切言ってないです。であと対応についてテドコンさんの対応されたと、黒塗りをしたことでね対応されたと言ってますが、実はこれはすでにもう流れてしまった後に黒塗りにしたわけです。でチャンネル桜のこの沖縄の声の番組においてもテドコンさんの名前をすでに読み上げてるわけです。ですでに再生回数がもう2000とか3000とかもう上がってしまった上で、それをまた再生後日再生したものを差し替えたので、1日そのまま流れっぱなしになってたわけですよ。ですからで江崎さんのローマ人日記でもそうですけれども、ブログで最初テドコンさんの名前そのまま出してましたよ。後で黒塗りと差し替えただけで、それまでは出てたので、それ対応したから被害はないからっていうちょっと言い方はちょっと違うと思うんですよ。実際に1日とはいえ相当な再生回数、江崎さんのブログも相当な皆さんが読んでます。でそれが1日以上ですね、しばらくやっぱりそれが公開の場にさらされていたという意味ではですね、黒塗りの対応をしたと言っても後手後手の対応だったと言わざるを得ないですよ。よろしいですか。はい、どうぞ。はい、なんか反論のための反論になっている感じがするんですけれども、ですね、そもそもは黒塗りにする必要もないんですね。まあ、3番目のことね、事実関係ですから、はいはい、ないんです。ないんだけれども、うん、勘違いする人たちがいるというテドコンさんの声があったから、本当は事実関係だから黒塗りにする必要ないんだけど配慮してやったわけですよ。だからそれを被害被害とか言ってですね言われても、こちらとしてはまあ、対応言われたから最大限に配慮していますよと、
そうしかもう言いようがありません。でまたですね、あの電話の流れでもこうだったんですけれども、いっぱい電話が来ると、で電話が来るんだったら、まあ、さっきも言いましたけれども、勘違いしてだから説明してほしいと、そしたらいいんじゃないですかと、そしたら永遠に僕はこれを説明しなければいけないのかって言ったから、じゃあ新たに勘違いする人が出なくなるようにやりましょうねと言ったわけです。だからあの整理しますと、この議論の中で、この議論というのはこのテドコンさんの中ですよ、おかしいのは勘違いするリスナーなんですよ。テドコンさんの番組も悪くない、テドコンさんも悪くない、私の番組も悪くない、私の陳述書も事実関係書いておかしくない、そうとは理解しないところを勝手に判断してテドコンさん攻撃する、こっちがおかしいんですよ。リスナーがこうやって攻撃するのが。だってこれもう一回読みますか。いいです、いいです、もう時間があるので大丈夫です。この、まあ、他の続きもありますけれども、この私たちの番組は攻撃受けてて、テドコンさんの攻撃受けてない、なんで続いてるんだっていうことですよね。そうじゃない、そう発信もしていない、だから勘違いする人がおかしいわけです、まあ、だから勘違いを増やさないように黒塗りしたわけですよ。あの後ろめたい気持ちがあって黒塗りしたんじゃないんです、うん、最大限に我々が配慮してテドコンさんの意見も聞いてあげましょうとで黒塗りしたわけですよ。そうなったらこっちはもうある意味だからなんて言いますかね、誠意を持ってやらなくてもいいことも配慮してやったわけです。だのに勘違いする人に合わせて大事な裁判官に提出するこの陳述書が風評被害を生んでるとか言われたら裁判成り立たないわけですよ。伝わりませんか、うん、分かった。そのこれはもう反論ありますか、いいですか。もう結構です、うん、はい、はい、もうあのこれちょっとここのこれカナさんね見せてもらったこれだけど、ここのとこに、8番、はい、さっき言ったあの黒塗りにしたってとこね、沖縄タイムズが同じ FM21 で放送中の、まあ、これテレコさんの番組だよね多分黒塗りね、に関しては何の放送も圧力も加えず、正す会の代表ともガナハマスコが放送する沖縄防衛情報局を狙いをつけて放送圧力を加えた理由っていうことあるんだけど、ガナハさんの認識はちょっとこれさっきちょっとここが矛盾してたんでね、あのテドコンさんに対しては何の放送圧力を加えてないと認識してるわけね、少なくともね、まあ、例えば今言ったテドコンさんがこうあれやめろこれやめろっつって念書書いたとか、それは圧力とは思ってない、うん、というか知らなかったです。知らなかったね、はい、だからそういう圧力は向こうにもあったんだという今認識してる、念書書かせた時はそんな主張なのか言葉なのかわからないけど、うん、というのはそれが一つのまた、まあ、これいい悪いじゃ別として放送局としては圧力かけてたってことになるよね、うん、あのテドコンさんにもね、あなたにも圧力かけたかわからないけど、はい、でということだね、それを議論してしまうと、うん、私がテドコンさんからですから番組電話来た時に僕も言われてるよ、圧力とは言ってないですよ、うん、あれ言っちゃダメこれ言っちゃダメと、うん、あの言われてるものを我々は配慮してるんだよって言ったわけ。それはテドコンさん言ったんですか。はい、でも私はここであのこれは議論するつもりもなく責めるつもりも何もありません。やっぱり15年間やってて、うん、まあ、それなりにあるんでしょう。でも私たちはあくまで何のために放送するかって言ったら、うん、今の言論界歪んでるわけですよ、うんうん、もう配慮して自己検閲からもう新聞にちょっと書かれたらもうすぐに訂正とか消すとかやってて、どん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 検閲が広がってってる、うん、で言葉狩りもされてるわけですよ、うん、それはおかしいでしょと。事実は話しましょう、思ってる考えは言いましょう、左翼に負けないで主張しましょう、言論の自由を守りましょう、それが我々の趣旨だから、うん、このようにして沖縄タイムズに記事書かれました。その記事書かれた頃からこれまで親切で大丈夫よ大丈夫よって言った放送局のが態度を変えて問題ある問題あると、で苦情を来てると、具体的な苦情は何ですかと言ってもそれを未だに示さないわけですよ。それで
我々はおかしい、我々は放送法に違反してる言葉遣いもしてないから打ち切りされるのおかしい、じゃあこれは法廷の場でじゃあ決着つけましょうってやってるわけですよ。うんうんうん、まあそれはいいんだよね。あの今言ったようにそのも今こちらにね3つ言った問題について、それとちょっとこれ事実関係で聞いておきたいんだけど、局、まあ、FM21 かこれとあの契約してる、はい、これどういう契約になってるんですか。契約どういう契約ですか。いやどういう、つまりキャスター契約なのかね、番組請負契約なのか、例えば我々がね、例えば昔だとこれは民放のとことか言うと、例えば CATV っていうケーブルテレビだとその時間帯をね2時間ぐらい買っちゃう、買うっていうかいわゆる電波を賃貸するっていうのかな。今チャンネル桜が今も衛星放送やってないけども、電波のねあの衛星放送の24時間はやれないから1時間とか2時間その月ごと 月にねで電波の電波料を買うわけ、1時間分の値段払ってそこで自分たちが放送やるっていうのを、実はあの衛星放送24時間できなくなった後それやってきたんだけど、ガラさんたち の, その番組あの沖縄防衛情報局ね、これはどういう契約になってるの。あの皆さんが時間帯を買ってそれで放送してる、それともあのテレビ局が、まあ、タレントさんみたいな扱いでねギャラを払って例えばいくらかねというような形の、どういう感じになってるの、その契約としては。番組放送枠、ですからこの何曜日の、うん、毎週何曜日の何時から何時で、うんうん、1時間、まあ、約55分間、うんうんうん、を私がお金を放送枠を買うという意味で出して放送します。1時間枠のね、はい、うん、そういう契約です。ということで、あの契約書については あるわけね、まあ、はい、あります。それはその内容について の指定というかね、放送法に従ってとかそういうこうなんか契約書あるの、こう内容とかね問題についての、これ実務的なことなんで聞きたいんだけど、そういうのはあるんですか。向こうが指摘したこととかいろいろあるじゃないですか。そういうのはどうなんですか。これは例えば教養番組であるとか娯楽番組であるとか、結構内容に関しては一切ないです。内容に関して、それで企画書を出したのはあなたなんですか。というのはよくテレビ局にねそういうことやるのは、我々はアニメをやりたいからこの時間帯やらせてくれ、うん、チャンネル桜の、まあ、ちょ政治的日本文化と政治の問題についてやりたいから2時間売ってくれと、というねそういう契約とかいろいろあるの、それはないの。ただ時間帯をこの枠か、はい、貸してよと。そうですね、はい、うん、この沖縄防衛情報局っていう番組名を書いて、うん、で毎週何曜日の何時から何時、うん、でこれっていうこの番組をやります。出演者なんかも書いて、出演者の名前も書いてない、私の名前だけです。ない、あとはゲストが来るとかいろいろそういう感じか。そういう規定もないですね。なかったね、はい、内容についてはそれで向こうは一応契約書にサインしてるわけね、はい、うん、それから契約の期間とか、契約書っていうのは普通契約の期間あるじゃないですか、1年ごとに見直すとか2年ごとに見直すとか、それというのはあるわけですか。これはもう自動更新ですね。つまり終わりの規定がないの。終わりの規定はない。契約書っていうのね、あ、はい、そういう1年ごとに更新するとかっていうのない、終わりの規定は何日までっては書いていなくて、うん、放送する場合は双方で話し合って、うん、その継続については双方で話し合う、はい、双方で話し合うということは書かれてます、うん、はい、っていうのは今回の場合話し合われてないので一方的な通告になってるってこと。そうです、はい、ですから我々としては、そこすごくみんな、ね、大事な話だから聞いてるんだそこ、はい、で今ですね、うん、私たちの立場からしますと契約は終了していません、うん、向こうは終了していると一方的に言っているわけですが、だから双方協議の上合意したわけではないってことだね、はい、してなくて総枠をね、はい、我々は続いてます。終了期間もないわけね、まあ、つまり一応1年単位とかよくあるじゃない、賃貸 の,、はい、不動産もそうだけど、そういう2年ごとに更新するとかねあるんだけど、そこの問題は、書いてないです。いや、これ余計な話だけど裁判の時そういうのがね結構大事になるからね、そこはちゃんとちょっと今手元にないんですが、まあ、じゃあいいや、これは別に、はい、いや、ちょっとそういう内容もちょっと知りたいと思ってね、はい、実はそういうとこついてくるからね、
まあこれ別に公開するわけじゃないからこれはねまだいいけど、まあ、ちょっとそこの話がね、はい、契約の問題で言うと私もそういうことを賃貸っていうかなケーブルテレビの番組買ったりね時間枠を買ってやってることあるんでね契約の問題で言うとその契約書が結構問題になるんでねそうなるとねどういう契約をでもちゃんとサインはしたりなんかはしてるんでしょはいちゃんとサインして、うん、それであれでしょあの賃貸料というか、はい、それをちゃんと毎月ちゃんと滞りなく払ってるわけだねはい現在も我々契約は続いているものと見ているので毎月お支払いしてますあなるほどね、はい、いやそこの問題でねというのはだから内容の問題として彼らを打ち切ってきたそうですということだね、はいというようなことを、まあまあ、それを踏まえた上だね、はい、というならそこもう一回ちょっとまあ余計なお世話だけど契約書見といた方がいいよ番組終了、はい、あるいは番組終了についてはどういう形になってるか契約更新期間があるのかどうかとかね一方的に例えば大家が出てってくれっていうねいうこととかそういう契約によってみんな違うからね双方の合意ですね双方の合意なしにはできないって感じになってるか、はいうん、なるほどね、はいはいまあ、大体そこら辺の違いが分かったというのとだから今具体的に言うと照子さんが怒ってるのはまあガナさんの主張によれば、はい誤解してると我々はちゃんとそうしてるのにね照子さんはそういう迷惑かかったって怒ってるということだね今電話切っちゃったっていうのは、はい、その後、まあ、ガチャッと切られたわけですからどう思われてるか分からないんですけれども、うんうん、その後照子さんが与田さんの動画を受けて動画をアップされてるんですね、うん、ご覧になりましたかいや見ましたそれあご覧になりましたか、うん、その与田さんのだろうあいえテドコンさんがテドコンさんの見てないごめんあ待ってないですか、うん、その中ではまあ、私の電話のやり取りとか一切話されてないんですが、うん僕は中立ですとどっちにも組みするものではありませんということでおっしゃられて、うん、どっちにっていうのは FM21 にも、はい、あなたの方にもというね私の方にもですね、うん、はいでまあそうですねその動画が終わってからなんて言うんでしょうかこの要するに自分に断りなく名前を載せるなって言ってるわけじゃないですかああまあそうこの裁判のね、はい、中に、うん、なのに私に断りなくあの動画ではあたかも私とテドコンさんがもう本当に通過で仲いいかのように誰と私とテドコンさんが動画の最後に私の写真を私も見て初めて、うん、おお使ってるやんと思いましたけど使ってなんかこうまさこちゃんコーナーうん、ご期待くださいみたいな感じになってるんですけど、うんうんうん、どうしてあんな電話のやり取りがあったのに、うん、じゃあ私は別にそう本当は思わないけど主張の通りで言えば人に断りなくこんな写真勝手に使ってるのってなる、まあ、それは向こうも使ってるからこっちも使ってるみたいな感じになっちゃうってこれ水かけろにしたくないんでね一応言うけども、うん、あんただって使ってるでしょと私だって使ったかも分かんないけどと、まあ、こっちが先ではありますから、うんあっちがどういう意図で使ったかは分かりませんけど、うんまあ、中立ということで、うんまあ、されています。はい、なるほどね。ここまでは反応ありますか。はい、まあ、一言苦情をね、ラジオ局が受けてないのに、うんまあ、だいぶ遡り上りますけど、うん、苦情を受けていないという、うんまあ、主張で、うんこの FM 局がですね、うん、その苦情という根拠がないのにもう処分に走ってしまったというような言い方なんですけれども、うん、実は苦情は発生してます、うん、問題はその苦情に対して、うん証明しろと、うん、または誰だと、うん、というようなことについては守秘義務がありますね。ですから彼らとしてはそれを一つ一つ出すということは、うんしたくないというスタンスを持ってます。これ別に僕の意見じゃないですよ、うん、そういうことを、うん、そういう意見立場を持ってます、うん、でその一つ一つのですね、苦情が何だったのかっていうのはですね、うん、もう審議会で、質問をされた内容に合致すると思った方がいいと思うんですね、うんまあ、つまりどういうことかというと審議会でこういう発言をしましたかっていうようなことに対してその発言を聞いたリスナーが問題発言だと思って電話を入れてきたというのがもうその一つの苦情の根拠になりうるわけですから、
苦情がなければそもそも審議会にも呼ばれてないという、まあ、これは、ね、あくまでも状況証拠で、僕だってそのじゃあ苦情は何件あって、誰と誰と誰だというようなのが証拠として僕は提出できない以上、しかも向こうも最大限にリスナーの権利を保護するというスタンスがあって、これはもういかなる理由においても開示はしないんだということを言ってますから、それだけものすごくリスナーの人権を守りたいという立場でもってね、苦情のその内容や件数について開示をしないと回答をしてますね、うん、はい。まあ、それがまあでも集中的に沖縄タイムズファンの苦情だったかも分からない。可能性あります。それはそうですね。それも可能性あります。可能性あるんだね、はい、アンチの苦情だった可能性あります、ね、どうぞ、はいはい。これは守秘義務というのはおかしいと私は思っておりまして、まあ、裁判でもそれを主張しているわけなんですが、裁判が始まる前から苦情があるとか言われていて、というか最初ですね、まあ、我々も、まあ、西に対してガチンコで喧嘩を売っている番組ですから、苦情はありませんか、なんか妨害とかありませんか、困っていませんかと FM21 の社長さんに、あるいは会長さんに顔を合わすために聞いていました、うん、で何かあれば一緒に対応しましょうとか、うん、要するに純粋な苦情ではなくて、うん、攻撃である可能性があるわけですよね、うん、左翼ってすごいですから、うん、でそうなった時にやはり対処しなければいけないというのもあって、そういうのありませんかとずっと聞いてたんですよ。それはその時は社長は何て言ったんですか。その時はないと、君たちは安心して頑張ってくれと。お、なるほど。それ全部裁判 の出してますよ、うんうん、これは公になってますよ、まあ、だからその時は OK って言ったのね、はい、うんうん、でなんですけれども、沖縄タイムスの記者が取材をしたいというふうにアプローチが来たんですよ。 FM21 それとも最初は沖ラジに来ました。あ、別の放送、現在放送中の放送局です。そのガランさんに来たの、それとも沖ラジそのものの局に来たわけ。はい、なるほど、ね、放送局に来て、で放送局を通して私たちにも取材がしたいというふうに、うん、この新聞社の記者さんがアプローチしてから、うん、様子が変わっていったんですよ、うん、で極めつけだったのが、新聞記事が沖縄タイムズの記者によって実際に出されて、うん、そこから出される前からですね、取材構成が来た頃から我々は取材を受けると言ったらもうどんな熱度記事書かれるかわからないと、まあ実績ありますし私も過去に経験ありますから、タダス会の代表はガナワさんですかって電話で、あ、そうですって言ったら、翌日もう選挙の腹いせでタダス会結成したみたいな記事が1ミリバーンと出たんですよ。だからこれうかつにもう取材受けるなんても言えないなということで保留にしてたんですよね、ずっと保留で、 でいいとも悪いとも言わないってことね。はい、検討しますと、はい、で実際に会員の人も集まってもらって集会をして、これどうするべきかとか話し合いもしたりしました、うんうん、でそんな時に、オキラジを通して来たんですけれども、まあ、同じく他の沖縄防衛情報局の放送局にも来ていたんでしょう、うんうん、取材要求はね、取材要求がですね、はい、FM21 の社長さんから電話があって、うん、話しましょうと、うん、社長室に呼ばれたんですよ我々、うん、で我々ってのは 3人ね、私と局長と、局長と、うん、臨時局員もですかね、うん、で行って、でそしたらどういう話だったかというと、うん、取材したいというのが来ていると、うん、沖縄タイムズ新聞社から、でそれを受けないかと言われる、うんうん、それは進める感じで進める、はい、受けてもいいんじゃないのっていう感じで進められたってことね、はい、そうですね、取材をね、取材を受けても大丈夫だよと、うんうん、で我々は、まあ、同じように説明するんですよね、うんうん、単なる取材じゃないので、取材という仮面をかぶった、まあそれはいつもね、捏造記事を書く攻撃だから、うかつにこんなのはもう対応できませんと、で今我々は保留ということで検討してると言ってるから会えませんと言ったんですよ。でもそしたらびっくりしたことに、何とおっしゃったかというと、大丈夫だと、もし取材をして記事が出たとしても君たちに不利になるような記事にはならないと僕が保証するって言ったんですよ、うん、これは社長が言ったんだよ、会長ですね、会長さんね、はい、はい、で保証すると言われても
いや、タイムスの本性は我々知ってますから、いや、もうそう言われてももうできませんと言ってお断りしたわけですよ。そういうこともあって、何の話をして始まったかも忘れましたけれども、まあ、あ、そうですね。だから会長が取材を受けたらどうだと、はい、この、いうことだね。これまで我々大丈夫ですか、抗議来てませんかって聞いた時に大丈夫って言われてたのに、記者さんが取材するぞと言ってきた時から態度が変わって、でその僕たちが変な記事にならないというのは保証しますということがあり、その後に実際に我々受けませんでしたが、取材を受けませんでしたが記事が出まして、そこからその記事を受けて審議会やったんですよ。取材なしの記事が出たわけね。はい、ですから出発点というのが、うん、リスナーからの苦情じゃなくてタイムスの記者なんですよ、うん、我々もう証拠も全部持ってます、時系列も、うんうんうん、ってなって、そうなったら、あ、これタイムスの圧力来ているからこうやって審議会も開いてるんだなということが頭にあるわけであります。で、それでも市長の中、あっち側の市長の中ではリスナーからの声、抗議があると言うんですけど、だったら開示しろと、開示してくれないと、それは単に、うん、ただ言ってるだけかもしれない、うん、となるわけで、だから開示してください、開示してくださいと言ってるんですが、今もって、まあ、次の裁判でどうなるか、一部も全部も開示されてない、開示されてないです。一部も、はい、例えばそういうのないってことね、はい、なるほどね、はい、ですから証拠がないんですよね、うん、裁判所ですから証拠がないとダメじゃないですか、うん、だから我々はこういう記事が出ました、うん、こういう事実がありました、うん、でやり取りの書類、向こうとの契約書から全部これ出して、これを元に話してるんですけれども、うん、あっちの苦情があってリスナーからのっていうのが証拠がないわけなんですよ、うん、でもう一つ、そんなにですよ、リスナーの声を大事にするんだったら我々の番組が打ち切られたことで怒りを持っているリスナーの声はなんで誠実に受けないんですか。これを攻撃だとして被害者とするんですか。自分たちに都合のいいリスナーからの声は抗議の声がある、でも、プライバシー守秘義務だから開示しない、うん、で我々を応援する、あるいは抗議をする声は、うんうん、なんかこの人権とかに変えるいいんですかと、で都合のいいリスナーの声なんですよ。でしかも、まあ、私は誰がどれくらい向こうに抗議を言ってるか、私抗議の電話をしろなんて今言ってませんから分からない、今も続いてるとか分かりませんけれども、でも応援の声というのはファックスとして私たちに届いてるわけですよ。でまたファックスも提出しました、こんなに応援の声があるんですよって提出しました。だそれに反論するためには抗議の声がありましたって出せばいいじゃないですか。主張したいんだったら、うん、FM21 はそれをやらないんですよ。ただあるってしか言わない。でしかも沖縄タイムスがこの記事をした時ですね、ヤフーニュースのトップの記事にも載ったんですよ。でその時に、まあ、これはタイムスが我々を攻撃しているという記事ですから、タイムス VS ガナハマサコですけれども、うん、その時のコメントがもう1700件がその1日で出て、うん、で1700件ったら1700件のコメントがヤフーのバーッと出て、それは中立的なあれだ、そのコメントがほとんどが、まあ、ゼロなわけないですよ、まあ、見てる左翼もいますから、でもほとんどが9割 9.5 割ぐらい、もっと少ないかもな、批判はほとんど我々の応援だったんですよ。で翌日には2400件になって、私全部2400件見ました、でコメントですね、うん、でタイムスのに対する抗議の記事、あコメントなわけですよ。だから裁判所に証拠として出ているのは、こう我々の番組に対する応援、あるいは打ち切りに対するおかしいんじゃないかっていう声、うん、リスナーの声が出てるわけです、うん、なるほど。何か今反論ありますか。なんですか、もうね、結構あったので、うん、まあ、ちょっとね、今40何分になっちゃったから、うん、はい、冒頭でじゃあもう一回、はい、チェンジしてから、はい、じゃあ一回ちょっとお休みします、はい。